はいえー、っとであの風光研究フォーラムの、えー、っと研究会です。えー、今日は、えー、っと狂気、えー、言語、文学という、えー、っと風光のです、ねえーの、まあ、新しい翻訳が出ましたので、えーっと、こちらなんですけれども、ちゃんと映ってないですね、これですね。すみません、ぼやけてしまった ますあのそれがですね、えっと、出ましたのでえっと役者の阿部隆さんをえっと、お招きして、えー、そしてですね、えー、まああの風港研究フォーラムの、えっと、関係者の方から、えっと、発表とコメントをお願いしたいと思います。 はい。えっと、それで、あの、発表中なんですけれども、えっと、阿部隆さんに、まず、えっと、役者として本書の、えっと、紹介、えぇ、ー、それから、あの、まあ、内容の批評などをしていただきます。で、えっと、桜井浩平さん、えぇ、ー、からですね、えぇ、ー、それを受けて、えっと、まあ、あの、主に文学、 の問題についてですね、発表をいただけるということです。でそれから、えっと、その後と、蓮沢祐さんから、えっとまああの、とりわけその精神医学の観点から、えー、この、えー、本をですね、えー、どのように読めばいいかということを発表していただきます。そして、えっと とその後、コメントで、えっと、坂本隆さん、えー、それから久保田康隆さんに、まあ、それぞれ、えっと、文学と、それから精神学の観点から、えっと、発表していただくということになります。えー、と大体、えっと、全体で3時間ぐらいを予定していますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、とそれでは、あの早速、安倍さんの方から、はい えっと、思いいいままますすすよよろろししししくくおお願願本日は、こういう機会を設けていただきまして、どうもありがとうございます。えっと、まあ、自己紹介ということでもないんですけど、えっと、青山学院大学の文学部で教えております。えっと、今回、あの、訳した本というのは、原書が、えっと、これでして、えっと、ブランから出た、えっと、フリーランガジュリテラチュー。 っていう本でまあ、それを訳したのがこれということになります。えっと、あの本の内容の紹介っていうよりも、あの僕はえっとちゃんとした。なんかこう自分なりの勝手なあの内容の発表を読み、あの準備してしまって、あのあの本の紹介するのをすっかり忘れてたんですけれども、えっと。まあこれはえっと。 13個の風光のテキストが含まれておりまして、そのうち2つ、風光がチュニジアで1967年かなに行った講演が2つあります。それから、それ以外は基本的にはフーコが書き残して、今まで全く未発表だった原稿とか、あるいは講演の下書きですね、箇条書きで書かれている講演の下書きなどが含まれています。 これ、割とあの後でもちょっと触れようと思うんですけれども、あのこの、えー、とテキストの執筆時期っていうのが大体いつぐらいかっていう話になりまして、えー、と後演ですと1967年って日付ははっきり分かってるわけですけれども、えー、と残りの11個のテキストのうち、一つだけ、えーとまあこの、この本の変者によると、かなり早い時期に書かれたと思われるものがあります。 えとそれが1950年代におそらく書かれたと考えられている、えー、とバタイユロですね。バタイユロっの、えーとえー、と現象学的経験、バタイユにおける経験というテキストです。で、これ一つだけがおそらく50年代に書かれたもので、 でそれ以外のものははっきりした日付はわからないものが多いんですけれども、まあえー、と基本的には1960年代後半に書かれたものだろうというふうにえっ、ー、と。 この変者も、えー、と判断していますし、まあ、内容からもう少しあの僕は絞り込めるんじゃないかと思っていて、まあ、要するに、フーコがチュニジアにいた時期、つまり、えー、言葉とものを1966年に刊行してから、えー、と1969年に知の考古学が、えー、刊行されるまでの間、1966年から69年の間に、まあ、書かれたものだろうと、そう考えていいだろうというふうに、えー、と私は考えています。えー、とそれでは 僕の発表をちょっと始めさせていただきたいのですけれども、えー、と今日何について、えー、とお話をするかということなんですけれども、えー、とこの本のタイトル、えーと、狂気、言語、文学という、まあ、あのこういう3つの題が並んでいるわけですけれども、まさにこの本全体、その13個のテキストの中で、えーと、そういった3つの主題が、えー、と扱われているわけですが。<laughs> えーとその狂気、言語、文学っていうその3つの大きな、あのー、主題の中で、今回私がお話ししようとするのが、まあえー、と主に文学と,、えー、と言語についてを扱おうかと思います。えー、と狂気については、えーと、残念ながら今回は扱わないつもりです。えーとまあ、これあの、久保田康孝さんがあのな,んかなんで発表者は狂気について扱わないんだってちょっとお怒りでしたけれども、あの多分そのあたりは久保田さんが発表してくださるのではないかというふうに思います。<laughs> <laughs> っておりますので,えでただあの、この本に含まれている狂気に関する部分も、おも、まあ、面白いテーマではあるんですね、もちろん。あの狂気の歴史で扱われた、あの狂気の歴史って1961年の書物で扱われたものとは、別の視点からやっぱり狂気について論じられているところがありますしまた、あのその狂気の歴史における狂気論とここでの狂気論というその変化についても、いろいろと興味深いあの点がいろいろあるかと思います。 でえー、と今回、その言語と文学についての、まあ、関するトピックを扱いたいんですけれども、その中でも今回はとりわけ、えー、と言語外的なもの、えー、とレクストラ・ランギュイスティックっていう風にあのな言葉ですけれども、えー、とこういう言葉、こういう、まあ、語ですね、えー、とフとコーが用いているこの言葉に注目したいと思います。えー、とこの言語外的なもの、えー、とレクストラ・ランギュイスティックっていう言葉が、えー、とこれまでフーコのあのそれまで これまで明らかだったフーコン著作の中では、まあ、明治的な形では少なくとも姿を表してなくて、今回の著作において、まあ、ほぼ特徴的な形で初めて提出されたっていうふうに、まあ、言っていいと思うんですね。まあ、概念と言っていいのかどうか分かりませんけれども、えー、とその,、えー、との言語外的なものっていう概念、あるいはその用語には、まあ、ちょっとよく分からない、謎めいた部分もあるわけですけれども、でまた、 フーコー自身もそのっ、えー、と、それ以後ですね、1970年代にかけて、その言語外的なものっていうものについての探求をそのまま継続するっていうことはなかったわけですね。なので、やっぱりまあよくわからない部分っていうのもあるんですけれども、まあ、今回の発表では、そのフーコーの文学論の中にあの現れたそういう概念が、その後のフーコーの研究にどういうふうに引き継がれていくのか、あるいは引き継がれないのかっていうような点も含めて、ちょっと考えてみたいと思います。 でその時に一つあの補助線を引いてみようと思うんですが、えー、と主体という、まあ、別の、えー、と概念を持ち出して、まあ、それを一つの補助線にしてみようというふうにちょっと考えてみます。で、この言語外的なものっていう概念がその風ンの70年代以降の思考に、まあ、一つの方向転換をもたらしたんじゃないかあるいはっ、えー、と風ンの思考の方向転換がこの言語外的なものっていう概念のうちに刻み込まれているんじゃないか。 そういう仮説をまあ、大雑把な形ではあるんですけれどもちょっと提示してみたいというふうに思いますあ、それ画面共有しなきゃいけない、えー、と画面共有忘れて はい、すみません。えっ、ー、と、よろしいでしょうかちゃんと画面共有できてますでしょうか大丈夫です。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、それでは、えー、こういう順番で、えっ、ー、と、お話ししてい、えー、くつもりです。えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、最初に、言語外的なものについて、まあ、ざっと、えっ、ー、と、見ていて、その後で、まあ、ちょっと、あの、 トっぴピなというか、あの全然か一見関係ないように思われる、えー、風光のマネの絵画という講演について少し触れ、でその後1970年代の風光の探究とどうつながるのかというのをちょっと考えてみたいと思います。えー、とそれでは、えーと、それでですね、今回まあ参考文献として挙げたものがこんな感じです。えー、と基本的にはその狂気、言語、文学の中の、えー、と言語外的なものっていうのを扱った3つのテキストがあります。えー、と1つが えと講演で構造主義と文学分析。それから、えー、と2つ目のテキストが言語外的なものと文学。まあ、これは、えー、とこのタイトルはフーコー自身がつけたものではなくて、この本を編集した、えー、と変者がつけたタイトルです。でそれから、えー、と文学分析と構造主義というテキストで、まあ、これは、えー、と多分講演会のために書かれた総合と考えられます。でそれから、えー、とマネの絵画を扱いまして、あとまあ少し引用として、えー、と知の考古学。 それから最後に一つ、フーコー国家理性を問うっていうテキストをちょっとだけ、えー、と扱おう、扱うというほどでもないんですけど、引用しようかと思います。えー、と今回申し訳ないんですけど、あのえー、とレジュメなんかにあのフランス語の原文はちょっとつけておりませんので申し訳ないんですが、えー、ともしあの必要がありましたらなんかあの、フランス語の言語で何て言うのかとか、そういうのがありましたらあの尋ねてください。 はい、えーと。それでは、えー、と順番に発表させていただきます。えー、とまず最初に、えーと、言語外的なものとは何か。まず最初に、じゃあ、その言語外的なものとは何かっていうところから、えー、と話をさせていただきます。えっ、ー、と まず、言語外的なものなんですけれども、えー、と狂気言語文学というこの書物の中で、えーと、言語外的なものという言葉が、えーとまあ、先ほど申し上げたように、文学についての3つの講演及びテクストの中に登場します。えー、とこれ先ほど申し上げた通、えー、とおり、1967年の講演の構造主義と文学それから、えー、と言語外的なものと文学、それから、えー、と文学主義と構造主義。 その三つのテキストでこれも先ほどちょっと申し上げましたように1966年から69年の間に書かれたものだあるいは、えー、と行われた講演ということになりますでまずここで問題になるのが、えー、と風光が持ち出しているその言語外的なものという概念が まあ、そもそもこれは文学を論じるために生み出された概念なのか、それとも文学以外の、まあ、ありとあらゆる言語や言説に当てはまる概念であって、それをたまたまこの論考の中で文学に当てはめただけなのかっていう、まあ、そういう疑問が当然浮かぶと思うんですね。えーとまあ、で実際その こののテキストの中でも、その言語学者であるプリエットですとか、あるいはまあオースティンなんかの議論を参照してますので、まあ、それを考えると、じゃあ、言語全般、あるいは言説の分析、言表の分析全般に当てはまる概念なのかなというふうにもう考えられるんですけれども、まあ、少なくとも今回扱うテキストを素直に読む限りにおいては、まあ、あくまでも文学テキストを分析するにあたって、言語外的なものという概念を導入していると。 いうふうに、まあ、そういうあるいはその概念を導入する必要性があるんだということが強調されています。それから、まああの,のテキストを、まあ、いろいろ順この時期のテキストを順番に読んでいく限りでは、えっと、このテキスト以前にその言語外的なものにつながるような議論というのが、まあ、明示的には表れていません。なので、まあ、少なくともこの1966年から69年のこの時期においては、言語外的なものという概念はあくまでも、 文学分析の方法論を論じる中で、その中で登場する概念であるというふうに、まあ、とりあえずは考えておいていいのではないでしょうか。それではその、じゃあ、そもそもその言語外的なものとは何かという話ですけれども、これは風光が言うにはえ、ある特定の発話とか言表の意味を成立させることを可能にするような、言語外的な要素以外の要素ということです。 つまりある特定の言葉、えー、と発話とか言表をその意味を成立させるために必要な条件なんですけど言語,外言語学的な要素以外のがそこに含まれているそれを言語外的なものと呼ぶんだということですフ、えーコ、まあ、が挙げてある例ですけれども例えば最初に、えーとまあ、簡単な例としてプリエイトの例をフーが挙げています、えー、と引用の位置に関係するんですけども まず、フリエットーがどういうことを言っているかと言いますと、まあ、例えば誰かがテーブルの上にノートが乗っかっているとで、そのノートを誰か他の人に取ってほしいときにどういうか、で例えば、えー、とじゃあそ,そのノート取ってとか、それをちょっと取ってっていう言い方をするわけですけれども、ただもしそこにノートが2冊あった場合、えー、と例えば赤い方を取ってとか、右側の方を取ってとか、そういう言い方をすることになります。 つまり、これどういうことかというと、意味内容、つまり誰かにノートを取ってもらう、意味内容は全く同じはずなのに、実際の発話はその場の状況、つまりノートが1冊なのか2冊なのかって、その場の状況に応じて変化することになります。つまり、発話の意味は、っ、えー、と風ーが言うには、言語学的な、プリエートが言うには、で、え、す、ー、それから風ーーが言うには、えーと、発話の意味は言語学的な構造とか要素からだけ決定されているのではない。 つまり発話に意味を与えるためには、その語る個人が置かれた状況、まあ、それによって構成される文脈、つまりコンテクストというものが必要なんだという話です。で、えー、とそれを書いたのがその引用の位置です、えーと。特にプリエイトは、えー、といくつかの発話、いや、実を言うなら、かなりの数の発話に意味を与えるためには、語る個人の置かれた状況、それ自体によって構成されるコンテクスト、的要素が絶対に必要であるということを示しました。ということを言っています。 えとこれはあの他にも例えば、オースティンの、えー、と言語行為論のオースティンの例も、えー、と皆様ご存知だと思います。えー、と例えば、発話あるいは伝票を分析するためには、えー、と実際に遂行されている発話行為からそれを切り離して、えー、と分析することはできない、まあで。有名な例ですけど、例えば、えー、となんか会議とかをやっているときにその議長が発言する言、えー、とか、会話開かれています。まあ、あのフランス語でラセ s ス・ a ーフェ et いいう,ような言い方をすするわけですけでどこれ La 会は開かれています。いうのはこれ別に会が開かれているという事実を確認しているわけでもないし、えー、とそれを言明しているわけでもなく、そうではなくて、そう議長が発話することで、La ということで実際に本当に会議が始まるということですね。なので、まあ、これはだから推行的発話の有名な例ということです。えーとまあ、そういうことを踏まえて、フーコが2つ目に。えーと 引用の2番です。えっ、ー、こういうことを覚えています。言説とは必然的に言語えっ、ー、これかラングですね。ラングを超えてはみ出す。何かなんです。という言い方をしています。まあ、これがえっ、ー、と基本的には風向の言う、あの言語外的なものっていうまあ、簡単なえっ、ー、内容になります。で、では、それが文学においてどのように現れるのかというのをちょっと見ていきますが、そうは言っても先ほど申し上げた言語外的なものっていうものを、文学の文学テキストの分析にそのまま使えるわけではない。 ですね、つまりなぜかというと文学の言語文学の言説というのはその日常生活で我々が使っている言葉のあり方と決定的に異なっている部分があるからだというふうに風ーは言っています、えー、とその例として風ー,ーがこの、えー、と本の中で挙げているのが例えばですけれども、えー、とジェームズ・ジョイスの小説の中に例えば怪談が何か出てきたとします でその場合に日常生活においてはつまり発話者とそれからその対話それを聞く人がいる現実の場所とかコンテクストに応じてその階段が一体何の階段を指しているのかどこの階段を指しているのかということはもうアプリより決定されているわけですねそれに対して、えー、と小説っていうそのフィクションの空間なわけですけれどもその中で例えば階段っていう言葉が出てきた時にあのそれを指し示す現実の文脈がまあ アプリよりに与えられているわけではないわけですなので、それがどのような階段かはわからない。何段ある階段なのか、どれぐらいの広さがあるのかとか、そういうことは、えーとまあ、それだけでは階段って言っただけではわからないわけですよね。なので、えー、と文学テクストの中で、そうした物事の文脈を決定する。それが,、えーとそれがえー、と文学の中での言語外的なものの働きということです。つまり、えっ、ー、と、 文学における言語外的なものっていうのは要するに何かというと、つまり作品自体が、文学作品自体が作品の中で提示する文脈、それが文学における言語外的なものということになります。まあ、もう少し具体的に言うと、例えば、えー、と小説の中で、ストーリーの中で、いろいろ物事について説明されるわけですよね。例えば、えー、とある出来事が起こったときに、その出来事がいつ起きたのかとか、どこで起きたのかとか、あるいは、えー、と登場する人物はどんな人物なのかとか。 あるいはそれまで、えー、とその物語が進む以前のこうどんな出来事が今まであったのかとか、そういったことが、まあ、あの小説の中で、まあ、書き込まれて説明されているわけですよね。そういったものが、えー、と言語外的なもの、文学における言語外的なものということになるんですけれども、ただ、えー、とこれ、風向が強調している点ですけど、それが一体どのくらい、えー、とその言語外的なものがどれくらい、この程度あの提示されているのか、あるいはされないのか。 ととといいうのははもちろん作作家ごごあるる品にに異なることになこります例えば、バルザックの小説の中ではその文脈としての,その言語外的なものっていうのが、まあ、比較的あの丁寧にあのちゃんと決定されているわけですよね。つまり、あの登場人物が出てきたときに、それがどんな人物でどんな顔してて、うん、て例えばどんな人生を送ってきて、で今今どんな人、どんな性格なのかとか、そういったことがまあきちんと作品の中に書き込まれているわけですけれども、でも逆に例えば、えー、とロブグリエみたいな。 ヌーボーロマンの作家の場合にはそういうあの背景の説明というのを一切すっ飛ばしちゃってるわけですよね。例えばあ,のある男が出てきたときにそれがどんな男なのかどんな顔しているのかっていうような描写が全くなかったりするということで、まあ、それもだから作品によってその言語外的なものにの、まあ、働きというか言語外的なものにの濃淡みたいなものがあるんだっていうことです。で えーとまあ、要するにもう一度、えー、と繰り返しますが、日常生活における言説と、それから文学における言説って、決定的に異なる点は、要するに日常生活の言説における、えー、と言語外的なものっていうのは、言説を取り巻いている、つまり発話者とか言説を取り巻く現実として、言説の外に存在しているわけですよね。 ところが、文学においては、その言語外的なものっていうのも、やはりそれは言語によって、言説として作品の中に書き込まれているものですから、テクストに内在的なわけですね。つまり、現実があって、でそのほかに、えーと言説えー、と現実があるっていうのが、日常会話での発話なわけですけれども、えー、と文学においてはすべてがテクストの中に書き込まれていると。だから、えーと、言語外的なものもテクストに内在的であると。 でそこから、えー、と文学においてどういうことが言えるかっていうと言語外的なものっていうのは言表に内在的なんだという言い方をしますでそこからその風ーにとってあの、まあ、重要と思われる文学の定義の一つっていうのが生まれてきますそれがえっ、ー、とそのあごめんなさいちょっと飛ばした、えー、と引用の3番です、えー、と文学とはもろもろの言表を可能にする言語外的なものの構成へと向かう言表の集合体である えとあるいは、えー、とそれと同じような内容ですがこういう次の引用の4番のような言い方もしています。文学とはそれ自身から発して自身のうちに言語外的なものを自ら引き起こすような言説であるという、まあ、そういう、まあ、これがだから風向にとっての、まあ、文学の一つの定義ということになるかと思います。で,ですからまあそういったあの風ーにとっては文学の言語 における言語外的なものっていうのは、要するに文学の言語によって生み出され、文学作品の中に、まあえー、と抱え込まれるような、ある種の、まあ、外の領域を構成することになるんだっていう言い方をしてます。まあ、非常にあのブランシ書的なイメージですね、つまり言語の中にこうある外部性、外っていうものが抱え込まれてるんだ。 でまあブランショ的な文学のイメージですし、まあおそらくはその元を正せばまあハイデガー的なあの言語のイメージっていうことにもなるんだと思います。でそれがえっとはっきりと書かれているのがその次の引用の五番です。えー、これブランショについてえっと述べている部分ですが、その彼が絶えず引き合いに出していたのは言語体系の中でのそうした言語外的なものの現れだからである。その現れの不在に彼は自分の声を貸し与えたのと。 でそしてその声は作品の核心に到達したなどと言い張ることは決してなかったのだが内容という馬鹿げた傲慢さを決して主張したりせずまさしく作品の分かちがたい外としてあり続けていたというような、まあ、そういう言い方をしています。で、えーとまあ、そういった復興の文学についての定義ですとかその文学言語についてのイメージというのが、まあ、要するに文学言語が あの文学の言語というのはいかに得意な言語であるかということをフーコは述べてるわけですけどこうした議論は、まあ、実は、まあ、これまで知られていたさまざまなフーコの文学論、まあ、要するに文学の言語って一体どういうものかっていう議論なわけですが、まあ、それと非常に重なり合うものかなという気がします。したがって、まあ、あのこれまでのフーコの文学論の内容とそんなに違うものではないという気がします。 つまりあのそれまで農風工の文学論は1960年代前半に、まあ、書かれたものが多いんですけれども、えっと、文学の言語というものは二重化するとでその二重化することによってその言語の間に、まあ、ある種の隔たりが生じてでその 言語の間に生じた隔たりから文学の空間というのが生まれてくるんだっていう、まあそういったあの大雑把に言うとそういうイメージをフーコが持ってたわけですけれども、まあこれが結局ここでは言語そのものが言語外的なものを生み出すっていう、このテーゼにまあ修練していくのかというふうにあの考えていいんじゃないでしょうか。えーとまあ、ここまでがその文学論なんですけれども。えー、と ただですねここでまたあの先ほど申し上げたその主体っていう問題をちょっと考えてみようと思うんですが、えー、とそういった言語愛的なものをめぐる風ーの議論っていうのはその文学における言語の在り方を論じてるだけではないんじゃないかということですつまり、えー、とこれまで述べたフーコが言う文学の定義に当てはまらないような全く別の高校への議論の展開っていうのが、まあ、そこに含まれてるんじゃないかっていう気がします。 えとこれは必ずしも明確にあの議論されているわけではないんですけれども、また、そしてそれゆえに、風ー,ー自身がその後きちんとそれをあの発展させて、文章に書き残すということはなかったわけですけれども、まあ、ここからの部分では、私自身の仮説を交えながら、そういった議論の可能性みたいなものをちょっと考えてみたいと思います。まあ、要するに、文学作品における主体の位置づけっていう、そういう問題です。 えーとでその次ですが、えー、と文学におけるその言語外的なものがどういうふうに現れるかっていうことで、フ、えーコ、えーは先ほど挙げた言語外的なものと文学っていう文章の中で、えーと、3つの点を挙げてます。えー、とちょっとこれ、具体的に言うと長くなるので、えー、とこの本の、えー、と日本語訳で言うと、296ページから先の A、B、えー、C っていうふうに3つある部分です。 その中で、フーコが最も詳細に分析を行っているのが、その B だったかな、語る主体の位置づけっていう問題です。これは、この言語外的な文学だけではなくて、文学分析と構造主義っていうテクストの331ページぐらいからそういう議論が出てきます。あれですね、フローベールの感情教育なんかが出てくるあたりですかね。 えーとでそこで文学における主体って一体どういうふうに問題になるのかということですけれども、そこで、えー、とあの変な図が出てくるわけですね。これですね、この、えー、と原書でいうと232ページ、翻訳でいうと300ページに出てくる、この奇妙な図が出てきます。えー、とこれ、フィクション、それからファーブル、それからレクシス、レクトンっていうふうに、まあえー、と矢印が伸びてるわけですけれども、 えーとこのフィクションっては何を指すかというと、これは、えー、といわゆるその虚構の作品という意味でのフィクションとはちょっと違っていて、えー、とここでいうフィクションというのは、えーとまあ、文学作品の場合ですけれども、文学作品の場合には、ある現実に存在する主体が、まあ、その作品を語る操作、まあえーと。で、そのファーブルっていうのはその語りによって語られている事柄ということになります。で で、そのレクシス、レクトンは何かっていうと、そのレクシスっていうのは、その作品の中で何か語る主体がいて、で、その語る主体が何かを語るという操作をレクシスというふうに符号を呼んでます。で、レクトンっていうのは何かっていうと、その作品の中で語ってる主体が語る事柄の内容、それがレクトンということ、まあ簡単に言うとそうなります。になりますから。 えと文学作品、例えば小説なんかで考えると分かりやすいんですが、要するにフィクションっていうのが、まあ、要するに作者ですよね。作者がどういうふうに、あのー、語るかっていう、その語りの姿勢といいますか、その語るスタンスを表しているのがフィクションだと言っていいでしょう。で、じゃあ、ファーブルって何か、まあ、これはだから簡単に言うと、文学作品ですよね。あの作者が書いた作品っいうことです。で、じゃあ、レクシスは何かっていうと、その作品、例えば小説の中で、まあ、語りの声。 ですね。あの小説の中で、例えば私はとかいう、私っていうふうに語っている人物であるとか、あるいは、えっ、ー、と、あるいは、その、そうですね、例えば、その小説の語り手が語っている、その語りの声なんかが、このレクシスにあたります。で、レクトンは、その語り手によって語られているこ事柄、あるいは描写されているこ事柄っていうのが、レクトンに当たるというふうに、まあ、簡単に言ってしまえば、そうなるかと思います。で。 えーとまあ、そのフィクションとファーブルの関係については、先ほど申し上げたように、えーとまあ、作品を生み出す主体、まあ、つまり大体の場合はこれ作者ですよね、要するに、が、えー、とどういったスタンスから語っているかということであって、えーと、例えばこれが小説ではなくて、科学的な言説であったり、哲学的な言説である場合には、その語る主体っていうのは、そのまあ、普遍的な、恒常的なあり方で、い、えーまあ、わばこう真面目な仕方で、つまりあの言語法議論なんかで言うと、シリアスな。 態度ですね、シリアスな態度で、まあ、しかも中立の姿勢を持って語るので、フィクションということはこれは問題にならないわけです。つまり、まあまあ、例えば新聞記事みたいなもので、その事実を淡々と述べている場合には、えーと、どんなスタンスで語るかっていうようなことは意識されていないし、問題にならないわけなので、その場合には、えー、とフィクションという問題は生じません。例えば、これも本の中で出てくる例ですけど、ニーチェの例えば悲劇の誕生とサラトゥストラではあのこの違うんだと。 フィクションのあり方が違ううんだっていうわけですよねつまり、えー、と悲劇の誕生というのはそのニーチェは別にあの自分がなんていうのかな自分の語りを工夫して書いてるわけではなくて単に自分が思っていることを真面目な中立的な科学的な仕方で書いてるからだから、えー、と悲劇の誕生っていうのはあれは哲学書なんだけどサラトゥストラっていうのはそれやっぱりも まあ物語化しているというかあの何をどう語るかっていうところに、まあ、非常にこう人為的な操作が加わってるからっってててどっちかいいいううう文学なんっていうそういうあの区別をしています、ね、だから逆に例えばあの面白い例でしたけどあの本の中に出てくる例としては例えば演劇作品の場合、えー、と例えば演劇っていうのはあのもちろん虚構の,あの物語を演じてるわけなんですけどもでも えとまあ、例えばその舞台で実際に俳優が何か喋りますよねで。それは具体的な人物、ま、俳優がこう喋ってるわけですから、そういう具体的な人物とか、その具体的な場面が観客の目の前に存在している。つまり、だから、虚構の存在ではあるんだけれども、一応その目の前に人物がいて、目の前に実際、なんかもう舞台装置や何かがあって、空間があるわけですよね。なので、これもフィクションではない、フィクションの問題はそこには生じないんだという言い方をしています。だから あのちょっとこれ微妙なんですけど、フィクションっていうと、いわゆる我々が普通に考えるその虚構っていうのとはちょっと違って、はまあ、いわば語りのスタンスっていうか、そういう意味です。でまあ、あのフィクションについては、まあえっと、それぐらいで,、えー、とで、文学においてで、特に小説においてちょっとややこしい問題になってくるのはそのレクシスとレクトンです。えー、とそし作品の中で、えーと、そのレクシスとレクトン、それから作品の中で語っているある種の主体、まあ、要するにフィクションの フィクション空間の中にいる主体っていうことで、その存在っていうものが出てきます。えっ、ー、と、まあ、これをちょっと私はまあ、とりあえず今回フィクショナルな主体っていう風にちょっと呼んでみたいんですけれども、まあ要するに、まあまあいいえっ、ー、とフィクショナルな主体についてなんですけれども。 えとこの文学分析と構造主義っていうあのテクストの中で、えー、と挙げられている例ですけれども、感情教育とか、あるいはボバリー夫人の例が挙げられてますけど、そのフィクショナルな主体、つまり語り手なんですけれども、そういった語り手が時にはその物語を語る語り手として、あるいは時にはその視点を通して物事,物事が描写されるようなある種の視点人物として現れてきます。あるいはははまた時にはそれは作者と 作者そのものもに重なり得る存在としてつまり作者が私っていうふうに書く場合はそう、そうれに当たるんですけれども、作者と重なり合うような、まあ、存在であったりとか、そういうふうに常にこう作品の中を動き回るわけですね。動き回り、それから語りの内容、まあ、つまり語られる内容、レクトンとそのレクシスとの距離っていうのは絶えず変化しているというものです。つまり、まあ、あの正体がはっきり定まらない存在なわけですよね。 というか、むしろあのそういったフィクショナルな主体としての語り手っていうのは、逆に言うと、レクトンを通じてのみ現れて、でそのレクトンを通じて、その,あの位置づけ、その位置が明らかになるしまた、その移動する様っていうのが捉えられるという、まあ、そういう存在なわけですよね。あのまあ、これもあの、えー、と具体的にはその風ー,ーが扱っているあの感情教育の例なんかを見ていただければ分かるかと思います。 でえー、とそれを、えー、と引用の7をご覧ください。その次です。えー、とこれが、えー、とその部分ですけども、語られること、あるいは語られるべきことをレクトンと呼ぶなら、語られることを通じて、あるいはレクトンを通じて現れてくるような、語る声の移動や、位置や移動の相対をレクシスと呼ぶことができるだろうということです。だから、まあ、レクシスが作品の中にあって、それが語ってレクトン が生まれるっていうよりは、むしろその、えー、と語られている事柄、レクシスっていうのがあって、そこから逆にそのレクトンの存在っていうのが浮かび上がっているという、まあ、そういう理解でしょうかね。で、このレクシスの主体、つまり、えー、と先ほど言ったそのフィクショナルな主体、えー、とその虚構の空間の中で、まあ、位置が評定されるような語りの主体のことを、まあ、我々はフィクショナルな主体というふうにまあ呼んでおきたいわけです。 で今回、えー、と僕がこの発表で、えー、と注目したいのはそうしたフィクショナルな主体の在り方っていうです。で、えー、とフーコーがあの結局今回、狂気言語文学の中で出版されたテクスト以後、えー、それ以後、その我々の知る限りにおいては、そういったフィクショナルな主体みたいなものに注目した文学論っていうのを発表することは結局なかったわけですね。 でむしろまあそうしたフーコがここで言っているそのフィクショナルな主体っていうような論点は、むしろあのフーコ以外の別の論者によって、文芸理論だ、文芸分析とか文芸理論とか、またあの別の領域の方でえっで引き継がれていくように思います、例えばえと物語論とか、そういうことですね、まあ、この点に関しては後ほど桜井さんが多分あの触れられるんだと思います。<laughs> で,えー、とでですね、風ーは1970年代に入って、もちろんあの、また新しい系譜学という研究を、まあ、進めていくわけですけど、その中であの、これまでに申し上げたような意味での主体っていう問題設定は果たして放棄されたんだろうかということです。で、また、えーと、その主体っていう問題設定から離、まあ要するにフィクショナルな主体っていう問題設定から離れたことで、結局、風光は文学論を放棄することになったんだろうか。 とそういう疑問が当然浮かぶと思うんですね。で、えー、と僕が申し上げたいのはそうではないんじゃないか。つまり、フーコがフィクショナルな主体っていう問題系を放棄してで、それに伴って文学論から離れていったっていうわけではないんじゃないかということを私は申し上げたいわけです。で、えー、とそれで、えー、と次の部分に入るんですが、えー、とここで一旦。 その文学論から離れて、その別の風向のテクストを、えー、と参照して、身近に見ていきたいと思います。ただ、これは、えー、と文学についてのテクストではないんですけれどもあの、今までの文学論と関係がないわけでもないということです。つまり、えーとまあ、要するに、あの「マネの絵画」という公演のことを言っているわけですが、えーと、これは我々がこれまで見てきたテクストと比較的近い時期、それも、えー、と狂気、言語、文学に入っている2つの公演と同じく、やっぱりチュニジア。 で、えー、と行わわれた講演なわけですねでこれが、えー、と1971年にチュニジアで行われたマネの絵画っていう公演なわけですけれどもこれはだから1967年に行われた公演とは、まあ、やや時期が離れているんですけれども、あのー、マネの絵画の公演っていうのはそもそも一番最初に1967年にミラノで一番最初に行われています。 でそのミラノで行われたバージョンと1971年のチュニジアのバージョンがどれぐらい違ってるのかっていうのは、これはちょっとあのそのミラノでのバージョンっていうのは残ってないのでよくわからないんですが、まあ、さほど大きな変化があったとも考えづらいですね。まあ、これは、まあ、あ,のあくまで仮説ですけれども。とすれば、まあ、ここあくまでも仮説ですけれども、今回、あの我々が取り上げてきた1967年頃の文学論とマネ論っていうのは、実はほぼ同時代のものじゃないか。 同時代に準備された講演であって、したがって何らかの問題設定を共有しているということもありうるのではないかという、まあ、そういうパセッツです。 えとそれではですね、フーコーの,あのマネの絵画の内容をざっと,、えー、と簡単に要約しますと,、えーとまあ、マネの絵画を論じてるわけですけど、マネがその絵画の歴史において何、どういう新しさをもたらしたのかっていう点で、フ、えーコーがどういうことを言ってるかというと、あのルネッサンス絵画以来の,その、えー、と古典的なタブローっていうのが、その 絵を見る鑑賞者に対して、まあ、三次元的な空間のイリュージョンを与えていたわけですね。で、まあ、要するに三次元的な空間を絵の中で表彰して、でそれを見るものに対して、まあ、それが現実であるかのようなイリュージョンを与えていたわけですが、えっと、マネが何をしたかというと、そのタブロー自体、絵そのものの物質性とか平面性を強調することで、タブローそれ自体を、まあ、要するに表彰の空間として ではなくてそのタブロー自体をそれ自体を見られるものとして存在するオブジェにしたんだということですでまあそれを説明するために風光がその具体的なまでの作品をいる分析してそれがいかにその あの表面とか高さとか横幅っていうそのキャンバスの物理的な特性を用いているかっていうことを、まあ、あの分析しているわけですよね。でその中でフ、えーコ、えーが注目しあここで注目したいのがフ、えーコーはマネの絵画を論じる中でそのタブローとそれを見る鑑賞者の位置鑑賞者の位置づけあるいはそれから鑑賞者の運動っていう問題について言及しているわけですよね。 でえー、とこれにちょっと注目してみたいんですけれども、えー、とここで一つあの注目しなければえっ、ー、と気をつけておかなければいけないのは、その風ーが言う、その干賞者の運動、つまり絵を見る人が運動するって、その干賞者の運動っていう問題が、必ずしもその海画の物質性、あるいは平面性っていう問題と直結するとは限らない、要するに別の問題なんじゃないかっていうことです。 観賞、えー、者の運動という問題について、フーコーが例えばどういうことを言っているかと言いますと、えー、で一番分かりやすい例では、そのフーコーがフォリーベルジェルのバーという絵がありますが、その分析の中でフーコーがあの明確に指摘して,しています。えー、とフォリーベルジェルのバーってこれですね。でえー、とでただ、ここでフーコーが言っている観賞者の運動ってのはどういうものかって言ったら、要するに絵画を目の前にしている観賞者っていうのを一つの場所に固定して、 一つの場所に固定されるものではなくて、むしろ絵の前で左右にこう運動することが前提とされているということを、福岡はています。まあ、もう少し正確に言うと、要するに、タブローの中に、いろんなこうあの様々な矛盾した要素が書き込まれている。せいで、鑑賞者が見る位置、鑑賞者が立っている位置っていうのを、一つに固定することができないっていう、そういう言い方をしています。でこれはえーまあ、要するに、これは鑑賞者っていう主体が、ね、オブジェとしての絵画を前にして。その タブローの前ですね、タブローの外側の現実的な空間の中で運動状態にあるということを意味しているわけです。つまり、絵画があって、その前に鑑賞者がいて、その鑑賞者がこう左右に、まあ、運動している状態に、えどこにいるかがわからないという状態にあるわけですけれども、ただ、っ、えー、と我々が、えー、とこれから考えてみたいのが、そのタイプのそういう意味での鑑賞者の運動ではありません。そうではなくて、別の種類の運動、つまり、タブローの前をこう,うろうろする。 っていうような意味での運動ではなくて、タブローの内部の空間にまで鑑賞者が引き込まれていくような、あるいはそういうイリュージョンを生み出させるような運動っていうものについてちょっと考えてみたいと思います。ですすからあのタブローが、まあ、あの要するに オブジェとしてあるタブローとそれに対して鑑賞者が向かい合って対峙しているということが問題なのではなくて、むしろ鑑賞者がある種の主体としてその絵画の空間の中に入っていて、その絵画の空間を経験するという、そういう問題についてちょっと考えてみたいわけです。で、フーコがそれについて、えーとーまあ、マネの絵画の中でそういうことを言っているかといいますと、えー、とこれはフ港コはっきり明言しているわけではないんですけれども、むしろこのポリー・ベルジェルの場合よりも、むしろ別の絵画。 えとまあ、鉄道っていう絵画であのタブローであったり、あるいは、給仕する女っていうタブローがあの例に挙げられてるんですけど、むしろその中で、えー、と示唆されているのではないかという気がします。えー、とこれ、有名なあの鉄道ですね。で、これについて、風ーがどういうことを言っているかというところで、ちょっと引用の8番をご覧ください。えー、とここには、1人はこちらの方向、こちらの方向を見ていて、もう1人が我々と同じ方向。 向こう側を見ているということですね。そのえー、という、その互い違いと呼べるような2人がいますで。1人はこちらに顔を向けていて、逆にもう1人はこちらに背中を向けている。さて、この女性が見ているものですが、とい,、えー、いうのは、この女性というのはその、この女性というのは、こっちに顔を向けている方の左側の女性ですね。この女性が見ているものですが、女性はそれにかなり気を取られているのがお分かりでしょう。我々にはその光景は見えません。というのも、それはキャンバスよりも、あ、ごめんなさい、これ、あれか、向こう側か。 えー、と左側の女性ですね、キャンバスよりも前方に位置しているからです。つまり、こちらに顔を向けている女性は、まあ、我々われがこう絵を見ているわけですけど、その後ろにあるものを見ているわけですよね。で でそして一方、右側にいる女の子ですけど、そしてその少女が見ているものはというと、我々には見えません。というのも、マネが通り過ぎていく列車の煙をここに書いていて、もはや何も見えなくなっているからです。もしそこに見えるはずのものを見ようとすれば、少女の肩越しに向こうを眺めるか、あるいは絵の向こうに回り込んで、女性の肩越しにこちらを眺めなければならないことになります。という言い方をします。えっ、ー、と、もう一度、さっきの絵で、あ、さっきの、あれ、さっきの絵ですが、えっ、ー、と、こですね。 つまり、えーっと、この左側の女性が見ているものっていうものを見我々が気になるわけですね。で、それをもし我々が見たいと思ったら、その女性の背後に回り込んで、こっちにあるもの、自分たちの後ろにあるものをこうやってこう女性と一緒に覗き込みたくなるだろう,う。で、それから右側の女の子が見ているもの、まあ、列車が通り過ぎているのを見ているわけですけど、それを見ようと思ったら、そのやっぱり女の子の後ろに立って、こういうふうに一緒に覗き込みたくなるだろうっていう。 そういういことをフーコーは言ってますで、えー、とこれについてですね、あのー、フーコーは、この絵についてどういうことを言っているかといいますと,、えー、と、キャンバスのかなたと手前、つまり1枚、えー、のタブローのキャンバスがあって、そのキャンバスのこっち側と向こう側っていう、そのキャンバスの裏と表の存在を意識させて、でそれによって、えー、と見えないものの不可,能不可視性っていうのを強調するしているんだと。 でえー、とそういうテクニックなんだということをフーコは言ってるんですけども、本当にそうなのか、もう少し違う言い方ができるんじゃないかっていう気がします、つまり、えー、とむしろその絵を見ている鑑賞者が、その絵画の空間の中に、えー、と入り込んで、自らそら空間の中で運動するような、そういう意識を生み出させているっていう、そういうふうに言ったほうがいいんじゃないかという気がするんですね。 まあもちろんあの先ほど申し上げたように、そのマネはその古典的な絵画みたいなその三次元的空間の表象っていうのをむしろいかにこう阻害するか、いかに邪魔するかっていうことを考えて、まあ、そういう工夫を凝らしたわけですから、フーコー自身ももちろんその絵画の空間であるとか、絵画内にある空間とか、そういう言い方はまあしてはいないんですよ。そういう言い方は避けてるんですけれども、ただ、ここで私が言いたいのは、その現実の鑑賞者っていう主体がその絵画の中に入り込む。 云々観覧という話ではなくて、むしろ絵画が鑑賞者を触発して、その虚構の空間、虚構としての絵画空間の中に入り込むように誘う、そういうメカニズムがあるんじゃないかっていうことです。うん、つまり、まあ、あたかもその鑑賞者が絵の中に入っていきたくなるような、そういう,こうメカニズムというのがあるんじゃないかということです。従って、絵画の中にある空間というのは、別にあの3次元でなくて構わないわけです。あのさっきの、えー、とこれも 割と非常にこう二次元的であの三次元性っていうのはもう非常にこう奥行きが全然書かれてなくてあの非常に三次元性ってはあの阻害されてるわけですけどにもかかわらずやっぱり我々はさっきフーコーが言ったようなその視線の作用によってなんかこの空間の中に入っていくような気になってしまうというまあそういうことがあるんじゃないかということです まあえー、とこういうふうに鑑賞、まあ、者の反応を考慮した芸術理論というのが、まああのまあ、あの例えば、これは例えばポール・ガレリーなんかが例えばその感性学、エステジークという言い方をしていますがというふうにまあ呼んだりするようなそういう種類のものだろうと思うんですが、まあえー、とそういった詳細についてはまあここでは、えー、と触れません。 でえー、と我々がここで、えーとまあ、ある種の仮説として考えてみたいのが、その絵画、先ほど申し上げたその絵、鑑賞者がその絵画のフィクショナルな空間の中に入り込んでいくメカニズムというのが、さっきの文学における語る主体についての議論と重なり合うんじゃないかということです。そこで、えー、と次のような図が書けるんじゃないかということです。 つままり、現、えー、現実の鑑賞者は現実のの賞者タブローを見ますよ、ね、でその中で現実のタブローの中にある種のフィクショナルな主体、まあ、要するに鑑賞者が絵の中に入っていくっていうような言い方をしましたが、まあ、そこで鑑賞者のフィクショナルな主体みたいなものがそこに生成してるんじゃないか でそのフィクショナルな主体を通じて、絵画内の空間っていうものが、まあ、見られているというか、経験されているというかあの、そういう図式が描けるんじゃないかということです。つまり、先ほどの、えー、とフィクション、ファーブル、レクシス、レクトンと対応するような形で、まあ、こういう図が描けるんじゃないかということです。えー、だからこの、やっぱりここでもそのフィクショナルな主体のようなもの。 まああれですね、絵の中に入っていく鑑賞者っていうそういうフィクショナルな主体っていうものがやっぱり何か意識されてるんじゃないかなという気がするんですね。で、まあ、今回はあ,のあくまで大雑把にあの仮説として申し上げることしかできないんですけれどもそのフーが1960年代の末から1970年 かけての70年代にかけての時期、まあ、要するにあの言葉と物を観光して、地の航空学を観光するぐらいまでの時期ということになりますけれども、そうした、えー、と風光というのはこの時期に、そういったある種のフィクショナルな主体についての考察というのを実は行おうとしてたんではないかという気がします。つまり、現実に存在する過去たる主体ではなくて、あるいはその哲学的な意味での主体というよりは、むしろそのフィクショナルな空間。 えと文学作品とか絵画とかそういったものに内在しているいろんな要素によってつまり文学の原説とか絵画の表彰を成立させているさまざまな要素によってその都度その位置づけを表定されまたその都度ステータスが変わっていくようなそういうフィクショナルな主体のあり方っていうものをなんか理論化しようとしてたんじゃないかっていうふうな気がするわけですね。 でえーとまあ、これはあくまで仮説ですけど、まあ、そこからさらに、えー、と延長して言うとそういったフィクショナルな主体っていうのがフーコーが1970年代以降のいわゆる経営学の中で捉えようとしてたのはまさにそういう主体なんじゃないかということです。 えとこれまでそのフィクションの空間、例えば絵画とか文学作品とか、そういったフィクションの空間の中でのみ分析されていたわけですが、そういったフィクショナルな主体っていうものが、実は文学や絵画の世界にとどまらず、あらゆる伝説の領域において分析されるようになるんじゃないかと。従って、だからこそ、文学論っていうあの枠組みが消滅してしまったのではない,いか やっぱり文学という枠組みが外れて文学だろうが何だろうが文学だろうがあの虚構であろうが何であろうがあのジャンルを問わないあらゆる原説の変領域に対して分析対象が広がっていったのではないかというふうに考えられると思います。<laughs> えっと ここでちょっと具体的にその知能考古学にちょっと触れたいんですけれども、えー、1969年に出された知能考古学ですが、えー、知能考古学は何を目指しているかっていうと、まあ,あの皆さんご存知のように、基本的にはそのアルシーブを記述するということが目指されています。で、アルシーブって何かっていうと、その様々な原表の形成と変換に関する一般的なシステム、まあ、それを記述するんだっていうような言い方をしています。えーっとで その市の考古学における探究ていうのは、基本的には皆さんご存知のように、その哲学的な意味での,その認識する主体みたいなものが完全に排除されているわけですよね。で、その原表からだけなる、そういう,こうあの探究のフィールドっていうものが確定されて、その中で分析が行われることになります。 でも、そうは言っても、そういった、えー、と原票の集合とか、さまざまな個別的に原票から発して、逆にこう、表定されていくような主体のあり方、まあ、原票の主体っていうものの存在が、かなりあの、風ーによって強調されてるんじゃないかっていうことです。例えば、えっ、ー、と、引用の Q をご覧ください。えっ、ー、と。 えとこれはです、ね、知の広告の中の、まあえー、と一部ですが、えーと、従って1つの命題、1つの文、初期号の1つの集合が原表と呼ばれうるのは、ある日誰かがそれを口に出したり、その一時的な痕跡をどこかに残したりした場合ではない、そうではなく、それらが原表と呼ばれうるのは主体の位置が指定される指定されうる限りにおいていないという言い方をしています、えーと。あるいは、ですね、えー、とその次の引用の中です。 原表の主体と現実の作者とのそうした食い違いは文学のみに限られるものではない。それらは完全に一般的なものである。というのも、原表の主体は特定の位置機能であるとはいえ、一つ一つの原表において必ずしも同じであるとは限らない位置機能であるからであり、 また、原票の主体は、ある程度まで誰で,も誰であっても構わないもろもろの個人がたまたま原票を現実するときに満たされうるような空虚な位置機能であるからであり、さらにはただ一人の同じ個人が一連の原票の中でさまざまに異なる位置を次々に占め、さまざまに異なる主体の役割を演じることができるからだという言い方をしています。 これあの先ほど出てきたその言語外的なものをめぐる文学についての議論と非常によく似ているのがあのお分かりいただけるんじゃないかと思います、まあ、要するにあのそのまずあの主体がいてその主体が何かこう言葉を発する原表を原表するっていうようなイメージではなくてむしろ原表とか、えー、と言説から逆に評定されるようなある種の主体があるんだ。 っていうですね、まあだからまあまあそれを、まあ、僕はフィクショナルなしたいっていうふうに呼びたいわけですけれども、えー、と例えばこういう考え方ってあのこれも後ほど多分桜井さんが触れてくださると思うんですけどあのエビール・バンベニストの,あの言語学理論なんかに非常に似ている部分ですよね。例えば あのバンブニストがその、えーのえーと、代名詞の性質っていう文章を1956年に発表してますけど、その中で、えー、と私とあなた、つまり、ジュとかチュっていう代名詞について分析した部分があります。あのバンブニストが言うには、そのえー、といる、えるっていう、例えば3人称ですね、3人称の代名詞と、それから1人称、2人称、ジュとかチュっていう認証は、 根本的に違うんだっていう言い方をしています、えーと。で、バンブニストが言うには、要するに十とか十まあ、私っていうのは、えーと、どういうふうにバンブニストが言ってるかっていうと、私っていうのは、私っていうものを含む具体的な言表行為によってしか同定されない。また、それ、ただそれ並みによって同定されるものなんだっていういをしています。まあ、だから分かりやすく言うと、えっ、ー、と、 私っていう、その主っていうのは何者かっていうと、要するに、そのある文章、原表の、の原,原説の中で、私っていうものによってなさされているものが私なの。だから、チュもそうですあ。あなたっていうのもそうで、君っていうのもそうで、あのそのえー、とその言葉によってその話しかけられている相手っていうのがチュなの。 あらかじめその十とか十っていうのが存在するものではないんだっていうような言い方をしています。まあそういった考えに非常にこの辺りは、空港の,の,あのうちの国学の議論は非常に近いのかなと思いますで。で、まあ、あの、一度、えー、と繰り返しますと、つまりそれまでフィクションの空間、つまり文学であるとか絵画であるとか、そういった空間の中で、それを対象として行っていたそのフィクショナルな主体についての分析が、経緯学的研究においては、 あのそのフィクショナルな主体、ごめんさフィクショナルな言説ではなく、あらゆる言表、あらゆる言説を対象として行われるようになっているのではないかということです。先ほどの引用の、えー、と10にありましたように、えーと、文学のみに限られるものではないという言い方をしています。で、ここであの強調しておきたいのが、その経府学的な研究というのは、必ずしも現実の社会、それ自体を分析対象にしていない。 いう点です。やはり稽古学、経営婦学が対象としているのは、あくまでも、えー、と現実と社会を論じているのではなくて、やっぱり原表、えー、と先ほどの、えー、ともっとはっきり言うと、先ほどのアルシーブですね、アルシーブというものを対象にして行われているんだと。だからその意味で、経営学が対象としているもの、少なくとも知の考古学に書かれている方法論によれば、経営学が対象としていくのは、ある種のフィクション化された言説なのではないかということです。つまり 現実,の分析現実の言説を分析するというよりは、ある種のフィクションのようなものを対象にしているんじゃないかということです。でそこから、フ、えーコの有名な箇所がありますけれども、えー、と考古学的記述の対象としてのあるシーブ という問題が出てきますつまり、フ、えーコーがですね、えーと、よく有名な言葉ですが、知の工学の中で、フーコーが何を研究対象にするかというと、それはまさに我々のものであることをやめたばかりの諸言説を対象にするんだという言い方をしています。えー、とこれは日本語訳だと、えー、と知の工学の、えー、と新海さんの訳で250ページに出てきます。<laughs> えとつまり、フ、えーコーがその考古学的技術、あまあえーとまあ 僕の考えではそれが経緯学の中でも引き継がれていくっていうのは僕の考えなんですが、えー、と我々にとっての現実であることをやめた言葉つまりある種のフィクションとしての性質を帯びた言葉が風ー,ーにとっては重要だったんじゃないかということです、まあ、フィクションっていうとちょっと語弊がありますけど要するに現実の文脈から切り離されたものとしてのある種を、えーとまあ、研究の対象にしたんじゃないかということですだから、えー、とでその えーとあるシーブの中でのつまりフィクション的な性質を帯びた原、まあ、説の集合としてのあるシーブの中でその都度まあ、あのー、現れてくるフィクショナルな主体つまりその原説や原表からそのつど、まあ、構成されてくるような主体の在り方を表定していくっていうのがそこでの問題だったのではないかと思われるわけです。で えーとまあ、その例として、例えばですね、1970年代の経府の学的な研究の中で出てくる主体っていうのはしばしばその現実の主体というよりはむしろ、言説の束によってその姿が浮かび上がってくるような、まあ、ある種のフィクショナルな主体なんじゃないかっていうことです。例えば えーとまあ、僕がパッと思いつくのは例えば監獄の誕生の一番最初に出てくるあの、えー、と国王ルイ16世でしたっけルイ16世を暗殺未遂したっていうことで、えー、と死刑になるダミアンという死刑囚の話が出てきますねあのダミアンの姿っていうのもやっぱりそのダミアンが括弧とした主体として描かれてるっていうよりはそうダミアンについて書かれた新聞記事であるとかいろんな誰かの回想録であったりとかいろんなあの文章のいわば つぎはぎのような形でダミアンという人物の姿が浮かび上がっている。あるいは他にも例えば1978年にフーコーがあのその手記を、えー、と刊行したあのエルキュリヌ・バルバンという人物がいますね。エルキュリヌ・バルバンという主体もまさにそういう確固、まあ、とした主体として描き出されているのではなくてさまざまな言説のパッチワークの中から姿を表してくるようなそれこそフィクショナルな主体として描かれているのではないだろうかということです。 えとなので、まああのー、そこから、えー、さらに一歩進めて、風光の次のような言葉の意味が理解できるんじゃないかという気がします。それが次の意、e、の11です、えーと。私は本当に、これも有名な言葉ですが、私は本当に歴史家などではないのです。そして小説家でもない。私は一種の歴史的フィクションを扱っているのです。というような言葉を残しています。だから、まあ、やっぱりある種の風光にとって重要なのは、フィクションとして書かれる歴史なのではない。 ここで言うフィクションというのはもちろん虚構という意味ではなくて、その都度、個別的な原表、あるいは個別的な言説から構成されてくる、そのフィクショナルな主体によって描き出される歴史、あるいはまあさっきの,あの図で言うと、いわばレクトンから、レクトンの方から逆に照らし出される、語る行為としてのレクシスというものがそこで再構成されているのではないかという。えー、ちょっとあのやや取り留めのない話になりましたし、あすみません、時間が非常に。あの 伸びてしまいまままままししし申申訳ありせんざっとと簡単にあのまとめを申し上げます、えー、とまず一番最初にえと、えー、申し上げたのが、そのフーコが文学作品の中で持ち出している言語,が言語外的なものっていう概念について、まあえー、と検討したわけですけど、まあ、文学作品におけるその言語外的なものっていう概念にフーコがこだわっていたのは、まあ、文学というフィクションの空間の中でのある種の主体っていうものの存在を分析するために、そういう概念を持ち出したんじゃないか。 まあ、つまりででそうしたフィクション空間における主体、まあえー、とフィクショナルな,空間な主体というふうに言いましたけれども、それは文学の空間で分析されているばかりではなくて、えー、とほぼ同時代のものと考えられるマネの絵画の中でも、やっぱりそういったものの存在が示唆されているんじゃないかという点です。そそしてそれから えっと、1969年の知能考古学以後、えー、1970年代の系譜学的研究においても、そのフィクションの空間だけではなくて、原説や原表のさまざまな領域におけるフィクショナルな主体の分析というのが行わ,れている行われるようになったのではないかということです。で、そこから、えっとですね、文学という特権的な領域が消滅して、えっと、分析が一般化していった、普遍化していったということが言えるのではないかということです。で、そ,れからそこからさらにもう一言言うなら、 えと言説の両野を対,応とし対象として行われる風向の考古学、あるいは経府学っていうのは、むしろ分析の対象をある種のフィクションとして描き出すようなものではないかというような、まあ、そういった点です。まあ、以上、そういうことを駆け足ではありますが、えー、と述べさせていただきました。すいません、ちょっと時間が延びてしまいましたが、えー、と一応私の発表は以上です。一旦じゃあ、共有を停止します。 はい、えっと、安部さんありがとうございました。あの、まあ、非常に詳細にですね、えっと、言語外的なものから、そのフィクショナルな主体へという、あの、空港の、えっと、まあ、狂気言語文学の中での、えパ、ー、パスペクティブ。まあ、それを、あの、それ以降の経済学的な探求にいかにつなげていくかという展望をお話しいただいたと。 えー、いうことだと思います。はい。えっ、ー、と、充実した発表をありがとうございました。えー、それでは桜井浩平さんの方からですね、えっ、ー、と、さらに、えー、言語学的な考察の方に、えー、それをつないでいくというか、まあ、あの、もちろん、ブランショーも含めば、あの、文学的な考察ということも入るわけだと思いますが、はい。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、すいません。えっ、ー、と、じゃあ、画面共有をします。 えっと、されてますでしょうかされてないですかされてないですね。あ、ごめんなさい。やます。<laughs> はい。大丈夫でしょうかあ、これで大丈夫です。はい。えっと、それではですね。えっと と私の発表しますでと、えーと。まず自己紹介しますと、私は、学校大学で倫理学を教えている桜井と申します。で、本日はですね、えー、と安部さんと福田美由紀さんがお役になられたですね、えー、とミシェル・フーコーの狂気言語文学に収録された2つのテクスト、えー、と出発点として、フーコー・ワンベニスト・ブランショー、言語界的なものを巡ってというタイトルで発表させていただきます。ということで、私もですね、安部さんと同様に、まあ、言語界的なものになってしまったんですけども、まあ、これが非常に面白いというのは、まあ、同じような感想を抱いたからだということで になります。 さて、ですね本日私が取り上げるのは、ですね、えー、とこの文訳書のうちの言語界的なものと文学、それから文学分析と構造主義という2つのテクストです。でこのうち、ですね、えー、と言語界的なものと文学は、えー、とですね、えー、1967年に刊行されたデリタのグラマントロジーについての研究があるために、1967年かそれ以降に執筆されたと想定されるタイトルなしの総庫です。で一方、ですね、えー、と文学分析と構造主義ですけれども、これは執筆時期を確定できないタイトル付きの総庫なので、うん ですけれどもこれらの2つのテクストは内容面で大きく重なり合っています。というのも、これらのテクストは両者とも文学と言語界的なものの関係について考察しているからです。 さて、ではですね、フーコーがこれら2つのテクストで分析した言語外的なものとは一体何なのでしょうか。えー、この概念について、狂気言語文学の変者であるジュディット・ルベルはですね、本書の文において次のように述べています。この概念、すなわち言語外的なものは、他のフーコーのテクストではほとんど見られないものだが、このテクストではかなり大掛かりに展開されており、そうした展開は少なくとも部分的には、その前年にガリマールシから刊行されたエミール・バンベニストの著作。 一般言語学の諸問題第1巻と対話しようという意思から生まれていると推測できると。まあ、このように言うわけですえ。つまりですね、言語界的なものを巡る風向の考察はですね、まあ、ルベルによれば、バンベニストとの対話の産物だというわけです。それではですね、言語界的なものという概念を巡って行われた風向とバンベニストの対話というのは一体いかなるものなのでしょうか。 でこのことについて考えようとするときに、我々がです、ね、まず直面するのは、フーコーのテキストにもです、ね、変者による中にもです、ね、マンベニストの名前が見当たらないという問題です。とはいえ、フーコーのテキストを少し注意が深くです、ね、読んでみれば、フーコーがこれらのテキストのあちらこちらで暗黙りにマンベニストを参照しているということに気づきます。えっと、ーフーコーがです、ね、言語界的なものの一つとして分析することになるです、ね、語る主体の位置について言及した一節をです、ね、引用してみましょう。少し長いですが。 一つの原説、一つの原表、一つのテクストは、語る主体の存在と位置づけによって可能になり、自然的なものとなる言語のある種の継承なのである。位置づけはもちろん、えー、時間と空間における主体の位置を指し示し、主体が取り巻く対象物、その主体が語っている対話者を指し示す。しかし、それはまた自分が語っていることについての主体の姿勢、語っている事柄を述べつつ、その主体が遂行している発話行為、自分が述べる原説における主体の現在をも指し示す。えー、つまり、現在、いささか手探りで、えー、探求されているのは、原表についてのそうした理 理論全体であり言説についての理論なのであると、まあ、このように言っているわけですね。さて、えー、と今引用した一説におけるフのえっ、ー、の議論というのは、バンベニストが一般言語学能書問題で論じた重要概念である、えー、と言説の進級ですね、アンスタンス・ディスクールという概念を念頭においてなされたものだと考えることができます。 バンベニストは、1956年の論文の代名詞の性質、先ほどアピさんも触れておられましたが、において、言説の進級という概念をですね、導入し、これをですね、理算的かつ常に一回限りであって、それによって話し手がラングをパロールとして言動化する行為というふうに定義しています。さて、バンベニストによれば、語る主体の主体性ですね、を構成しているのは、この言説の進級です。なぜなら私、つまり語る主体は、言説の主体、言説の進級との関係でですね、 私という言説的なアンスタンスを含む今の言説の親休を減表する個人と定義されているからです。ところで、バンベニストによれば私、つまり語る主体は単独で存在しているわけではありません。というのも、原説の親休は私とあなたとの間の対話という状況において発動されるものだからです。それで原説の親休は語る主体を定義すると同時にその対話の相手、つまりあなたを 私という言語的なアンスタンスを含む、今の,原の神経言説の親級を減表する個人として、えー、と規定することになります。ところで、バンベニストにやれば、通常、一人称である私、二人称であなた,あなたと並ぶ、もう一つの認証として考えられている三人称、つまり彼、彼女やそれはですね、えー、言説の親級を決して反映させない。でそれゆえにですね、バンベニストは原、言説の親休に外部にある三人称は、実は認証ではなく非認証であるというわけです。 でさらに、バンベリストは私は違うのような一人称現在形でなされた原発原行為を取り上げることで、原発の進級をですという問題をです、ね、オースティンの言うところの言語行為論と結びつけることにあります。先ほど、引用したフーコンの議論が、原発の進級をめぐるバンベリストのこうした分析を参照したものであるということは、まあ、すでに明らかでしょう。 ところで、言語外的なものをめくる風ーとバンベニストの対話を考える上でですね、この言説の神経と並んで、もう一つ欠かすことができないのが、バンベニストによって導入された物語と言説の区別です。 1959年の論文ですね、フランス語同士における時生の関係において、バンベニストは言、原説、つまりディスクールを、彼とです、ね、彼がイストワール、まあ、歴史、ないしはレシ、物語と呼ぶ、2つのと原表行為の形式が、それらが用いる認証表現と同詞時生の次元において、まあ、区別されると論じました。どういうことか。バンベニストによればですね、一認証、二認証といった認証表現や、 現在、複合、過去、未来といった動詞の時制は、原説においてのみ使用される。えー、これに対してバン、バンベニストは、ですねあえて複合、過去形で,で書かれたですね神の、まあ、日本人のような例外に言及しつつも、厳密な形式における、まあえー、とイストワールやレシーです、ね、物語や歴史というのは、もっぱらですね、三人称とアオリスト、これはすなわち、まあ、単純過去、フランス語で言うと今度は単純過去ですけれどもおつ使用、使用することによって特徴を付けられると述べています。 バンベニストは、渡、えー、者の具体例として、えー、単純過去と、まあ、原説と物語、の両者で用いられる時制である半過去を用いて書かれたバルザックの小説、ガンバラの一節をです、ねえー、引用した上で次のように述べています。実の取ると,ところ、そうなると、もはや語り手すら存在しないことになる。出来事はそれらがレ歴史、イストワールの視界に現れるにつれて生じたものとして提示される。ここでは誰も語っていない。出来事自身が自らを語っているかのようで、まある。こういうわけです。 スクールと、えー、イストワールないしはレッシーを区別するこうしたバンベニストの議論はです、ね、ケータ・ハンブルガーの文学の論理の議論と重ね合わされるような形で,です、ねえー、三人小,、えー、小説には語り手はいないと論じるアメリカの文学理論家、えー、アンバン・フィールドですね、えー、アンスピーカブル・センテンス・セスですけれども、らによって引き継がれることになります。 さてですね、バンベニストのこうした議論に対して、フーコーがどのように応答したのかを検討する前にですね、言語外的なものを巡って行われたフーコーとバンベニストの対話の重要な仲介者について触れておくことにしましょう。それはですね、1966年に出版されたですね、コミュニカッション誌の第8号です。 でこのコミュニカーション誌の第8号は、えーと、物語の構成分析の特集号となっていて、まあ、そこには有名なバルトの物語の構造分析除雪や、あるいはトドロフの文学、えー、的物語の諸葛定り、あるいはジュネットの物語の境界といった論考が収録されているのですけれども、こうした論考に強調しているのは何かというと、それらがですね、皆バンベニストの一般言語学の諸問題との対話を通じてですね、 えー、物語行為、ナラシオンや、えー、と語り手、ナラトのについて考察することで、後にですね、えー、とナラトロジー、ですね物語論と呼ばれることになる主張の起源をなしているという点です。えー、これらの論考は、バンベニストとナラトロジーの関係について考える上で、みんなそれぞれに興味深いのですけれども、ここでは風ーの議論との関係でとりわけ重要なですだと思われる、ですねジュネットの物語の境界という論考について取り上げることにしましょう。 この論文において、まず注目すべきは、まあ、ジュネットがですね、プラトンの国家を参照しながら、え語られたものとしての、まあ、ロゴスに対して、ですね、語られたものというロ意味のロゴスに対立もするものとしての語り方を意味するレキシスという概念に注着目している点ですで。この点については後に戻ることにします。さて、この論文の後半で、ですね、ジュネットはですね、バ,ルバンベニストによる言説と物語の区別について検討しています。 でそのためにジュネットは、バンベニストがです、ねまあ、先ほど挙げた論文で、厳密な物語の、えっと、典型としてです、ね、レシのものが典型として取り上げた、えっと、バルザックのガンバラの一節を分析する、あるいは分析し直すことで、そこに現在時勢への移行の端調、これはファブリケというです、ね、まあえっと、官僚系の形容詞にそれがあるというわけですけれども、うん、いや、読み手への直接的な語りかけの端調などといったです、ね、語り手の存在を示す、えっと、言説の飛び地を、えっと、見出すのです。 すなわちジュネットによれば、原説の要素を、えー、と含まない厳密な形式における物語、レジなど存在しない、こういうわけです。 でそれゆえにジュネットはですね、物語、絵師の要請と原説、ディスクールの必然性が物語文学において保持している微妙な諸関係を物語文学、特に小説家、それ固有のレクシスの内部で容認しうるやり方によって書式、えー、しようとして用いた書士団を目録化し、目録化し分析することを目的とするような研究を進める必要があると指摘します。でこうした研究は当然のことながら、バンベニストがその存在を否定した物語の語り手を位置づ の位置づけを明らかににすすることにつながります実際、ジュネットは1972年に発表された物語のディスクルです、ねえール、えー、ですね、ディスクール・ドレシですけども、において、語り手のないレシはない、物語はないという立場に立ち、彼がですねマンベリストの原作の心境を意識しながら、語りの心境、アンスタンス・ナラティブというもの、つまり誰が語るのかという語り手の位置づけをめぐる問題を詳細に分析することになるのです。 さて、それではですね、こうした議論を踏まえた上で、文学における言語外的なものをめぐる風光の分析を検討してみることにしましょう。え狂気、言語、文学に,おいてに収録された2つの倉庫において、風光は現在、言語をめぐる考察において、ソシュール的なラング、パロールの分割には還元できないですね、言説と言表の問題が前景化していると指摘します。え風コはその名を挙げないものの、ここで彼がバンベニストの言説論を意識しているということは、まあ、間違いないと思います。 さて、この原説や原表の意味について明らかにするために、フーが導入するのが、ですね言語外的なものというがが概念です。で、言語外的なものというのは、まあ、先ほども、えー、と安倍さん説明してくださいましたけれども、役者と書きで安倍さんが見事に説明しておられるように、これはですね、ある特定の発話や原表の意味を成立させることに寄与している、言語外的な要素以外の要素だということになります。で、えーと、ちなみにですね、ここで言う言語外というのは、言語学というのは従来の構造主義的な言語学と、まあ、考えると良いかと思います。 でところでですね、風ーはそうした言語界的なものとして、ですね、まあ、主として状況と語る主体という2つを取り上げています。状況というのは、これも先ほど説明してくださいましたけれども、えー、とは文字通り発話が行われる状況がどのようなものであるかということで、フーは記号学者であるプレートの著作、えー、とメッセージと記号を参照しています。 さて、次にですね、語る主体についてですかこれは例えば、語る主体がどんな位置を占めるのかということ、また、語る主体がどんな言語行為を行っているか、例えばそれがですね、えー、遂行的なのか、確認的であるのかといった問題です。で、後者の問題についてはですね、当然ながらオースティンの言語行為論が参照されるわけですけれども、前者の問題については、やはりその名は明かされないものの、この問題について集中的に落ちているのが、バンベニストであったということ、これはこれまでの話からすでに明らかであろうと思います。 さて、ですね、えー、とその上でフーコは、文学もやはり一つの言説であるというのですけれども、えー、この規定は物語と言説というマンビリストの区別の念頭にいくと、まあ、それ自体として興味深いのですが、えー、フーコは、それではこのですね文学的言説において、言語界的なものは存在するかという問いを提起します。 というのも、文学においてはですね、えー、と状況はテキストの残りの部分、すなわち言語によって構成されますし、またですね、えーとかえー、と語り手と作者は同一視できない以上、文学において語る主体はですねテキストに内在しているからです。しかしながら、フーコは、文学に言語外的なものは存在しないというわけではありません。 それどころかですね、言語界的なものは文学に得意な形で、えっと、存在しており、それが文学的建設の種別性をなしているんだというわけです。風貌は次のように言います。文学は、えっと、乱グを逃れ、原表が存在することを可能にするような言語界的な次元を自らえ自分自身の内容に構成するような言説であると定義することができるかもしれないえ。こういうわけです。それゆえですね、文学分析の課題というのは、文学的言設における言語内的なものの得意なありようを解明することにあるのと、こういうことになります。 さてですね、えー、風ーは文学における言語内容会議的なもののありようを分析するために2つの概念図を、えー、導入します。 第一の概念ツがですね、フィクションとファーブルです。で、これについてはですね、先ほど、ー、ま、ベ、あ、さん、詳しく、えー、と説明してくださいましたので、まあ、改めて言いませんけど、まあ、えど、ー、とこれに書いてあるように、まあ、言ってるわけですね。でちなみに、ファーブルとフィクションについてはですね、えー、とジュール・ベルノー、えー、と1966年に発表された、えーとえー、とジュール・ベルノにおいても、えーとまあえー、とこの概念を導入されているんですけれども、えーと、狂気、言語、文学に収録された、草、え、稿、ー、におけるフィクションとファーブルのーーも定義もそれに重なり合うものだと思います。 で大雑把に言うならばですね、先ほどお話した文学における言語界的なもののうちです、ね、状況、つまり文脈やコンテクストに関わるのがこのフィクションやファーブルだと考えることもできるかもしれません。でちなみにですね、まあ、これはまあ余談ですけれども、このフィ,、えー、とフィクションとファーブルという、えー、と対話はですね,、えーとですねえーと、1965年にトドロフが、えー、しゅ翻訳出版したロシア・ホロマジェネズム論集に収録されたトマシェフスキーのテーマ論に、えー、とファーブだ、えー、と,とシュジェー、まあ、これフランス語だとファーブルとシュジェるんですけども、概念対が出てくるんですけども、これが発想源の一つになっているのではないかと 思いますまあ、これについても面白いですけども、これについてはまあ詳しくは触れませんえ。さてですね、えーと、文学における言語外的なものについて考えるために、風ー,ーが次に導入するのが、レクシスとレクトンという概念についてです。風ー,ーによれば、レクトンというのはこれは、えー、と語られること、あるいは語られるべきことであるのに対し、レクシスとは何かというと、語られることを通じて、えー、レクトンを通じて現れてくるような語る声の位置や移動の相談というふうにわけです。 でこうしたという経緯からもお分かりになる通り、レクシスこそがですね、文学における第二の言語外的なものである語る主体、まあ、その位置に関係するわけですが、言語化体的なものという概念を通じたフィク、えーコーとバンベリストの対話について考える我々にとって重要なのは、このレクシスだということになります。 ちなみに、レクシスとレクトンという概念について、フーコーのまあ本書の現著フランス語現の弊社は、この概念の起源をストア派に求めていますけれども、先ほど学にしたですねジュネットによるレクシスとロボスという概念についても、フーコーのレクシス、レクトン概念のまあ起源の一つとなっていると思います。えー、ところで、ですねフーコーはレクシスに関して、レクトンの諸要素とファーブルに固有の配置こそが、レクシスに固有の縁状況を可能にすると。 えと述べて、えー、と右の上の,図のような増幅しているのですけれども、まあ、これも部さん、先ほど触れてくださいましたが、これは先ほどもお話したように、ですね語る主体が作者ではなく、あくまでも物語に内在する機能であるためだと思われます。先ほど言及した66年の論文において、バルトもですね語り手の記号は物語に内在すると、まあ、このように述べています。 さて、それではですね、レクシスに着目しつつ、風ー,ーの議論をたどっていきましょう。フィクション、ファーブル、レクシス、レクトンという2つの概念ツを導入した風ー,ーは、物語、演劇史という3つの文学ジャンル、でこれは女児詞、悲劇、女上詞というです、ね、古典的なジャンル論を踏まえたものだと思いますけれども、におけるフィクションとレクシス、 ですね、の割合を比較するんですけれども、えーとまあ、これ、それ自体面白いですけれども、ここで注目すべきは、えー、とフーコーがここで物語についてです、ね、素朴な形態における物語、レジにおいては、フィクションは最大値であり、レクシスは最小値であると述べていることです。でこうした議論を、ね、先ほど見たようにです、ね、えー、厳密な形式の物語には語り手はいないとした、バンベニストの議論を受けたものだと、まあ、考えることはできるでしょう。 しかしですね、風光は直ちに次のように述べます。だが、物語る人は自分が語っている事柄のうちに語る主体として介入しなければ、言語外的なものを呼び起こすことはできないだろう。要するに、すべての物語は、ある種の歴史を含んでいるのだ。まあ、このように言うわけですね。こうした風光の議論はですね、先ほど我々がえと取り上げた物語の境界において、ジュネットが展開したバンベニストに対するある種の批判、まあ、これにこう,したこうしていると、えうったものだと考えることができます。 さてですね、こうしたです、ねえー、と問題意識に立脚しつつ、フーコーは物語における歴史の問題、つまり語る主体の位置づけの問題をレクトンとファーブル、つまり語られたことから出発して3つの仕方で分析しています。まず第一にフーコーは次のように述べています。単純にいわばくぼみのような否定的な仕方でレクトンが語れる内容の配置によって。動詞の時制の重要性、物語が単純過去形でなされるか、現在形でなされるかということが、すでに語る主体の位置づけをの範囲を定めている。 こうした分析が、えっと、バルザック・ガンバラをめぐるバンベニストとジュネットの議論に、まあ、応じたものであることは、まあ、我々にはもうすでに明らかであろうと思います。さて次にですね、フーコーは、レクシスはファーブルから分析されると述べるのですけれども、彼はそれを2つに述べています分けています。そのうち初めの分析を見てみましょう。ファーブルによって、そしてさらにそれは以下の2つの仕方に分かれる。 語る主体が事実上、ある一人ないし、複数の登場人物に同一化される、あるいは誰にも同一化されないことがある。誰にも同一化されないという場合には、えー、と言葉は匿名のつぶやぎの言葉であり、それは起こっていることから登場人物、出来事の相対を包み込み、場所を持たないざわめきとしてそれらを行意する。2、時には、ある登場人物への暗黙の同一化がある。その人物は絶対に三人称でしかありえないわけではないが、特権的な視点である。3、だが、 言説の場がこっそりと、あるいは名詞的に別の場に移動することが非常にしばしば見られる。匿名の言葉から、ある特権的な三人称に移動したり、ある語り手に移動することで、直接、あるいは間接的にある三人称から別の人物に移動したりする。こういうことが言われるわけですね。さて、こうした分析は、後にジュネットがですね、対つまり誰が語るのかという語り手の問題と区別して、情報、モードと呼んだものです、とりわけ誰が見ているのかに関わる焦点化という問題に関連するものであると思われます。 つまりフーコの先ほどの引用のうちの1は、ですねジュネットン本人ならば焦点化ゼロ、2は内的焦点化、3は焦点の移動について論じたものだと考えられます。 でちなみに3の焦点の移動については、フ、えーコーは文学分析と構造主義、えー、の論考において、クローベールの感情、えー、教育の冒頭を,、えー、を取り上げて、かなり、まあ、具体的に、えー、と分析しています。まあ、ジュールベルノンでも同じようなことがなされているわけですけれども。でなお、ですね先ほど言及した1966年の論文では、バルトはバンベニストに影響しながら、ですね物語行為、えー、とまたは語り手のコードには、認証法、私、あなたと無認証彼しかないと述べた上で、視点の問題を語り手の、えー 1位置の問題として分析しているますけれども、ジェームスポントの一つが分析されるわけですけれども、フーコーの議論はこうした分析を踏まえたものかもしれません。さて、最後にフーコーは次のように述べています。だが、語る主体が私という誰かの姿をとって、ファーブルそれ自体から登場することがある。一時的なつなぎの人物として、千愛者物語、あるいは虚構的に物語を書いている、まさにその人として、作者に準ずるものということですね。 でフーコーは自己研究的な構造を持つセルバンテスやディドロ、スターンですね、トリスティマジャンディですけれども、この作品に言及しながら、こうした分析を行うのですが、これは後にジュネットがですね、語りの水準の問題として整理するメタ物語における語り手の位置づけについて論じたものだと、このように考えることができるかもしれません。 さて、このように見てみると、風ーによる文学における言語外的なもの、とりわけ語る主体の位置づけに関する分析は、物語に語り手はいないというバンベニストの問題提起を受けて、バルトやジネットらによってなされた議論を引き継ぎつつ、風光なりの仕方でそれに応答したものであると、まあ、このように考えることができるでしょう。 しかしながらですね、風光による文学的言説における言語外的なものについての分析、あるいはですね、まあ先ほどの中の続きで言うならば、バンベニストのとの対話はですね、これに尽きるものではありません。風光はですね、文学分析と構造主義において次のように述べています。それ、文学は外部に向かって広がっていく行為であり、自らの歩みのもとに、というよりもむしろ、えー、と自ら自身の境界の上に自らの以前には存在しない言語外的なものを生じさせる行為だ。 だからこそ、文学の本質というのはおそらくバレリーの側よりもむしろアルトの経験の側に、ヤコブソンの分析よりはむしろブランションの批判の側に求めるべきだ。文学を自分自身に折り重なって二重化した言語としてではなく、ある、外の作用を受けた言語として考えるべきだ。 でブランショと外をめぐる言及は、言語外的なもの,とものと文学、倉庫においても行われているのですけれどもえ、ここで重要なのは、実は風ー,ーは、このブランショを介する形で、すでにバンベニストとの対話を行っていたということです。 さてですね、このことについて検討するために、フーコーが1966年に発表したブランションである外の思考について見てみることにしましょう。この論文の、えー、冒頭でフーコーは、ブランションが1948年に発表した一人称のロマンであるですね、思考者の末尾に置かれた語り手である私の言葉、つまり語り手がジャンヌというですね、女性にかざされようとする、まさにその瞬間に発したですね、私を話す、またなせ、またなくじゅぱフというわけですけれども、という言名を取り上げて、それをですね、えー、と私 は嘘をつくという言名と対しています。私は嘘をつくという名と言いはいう名は周知のようにですね、エピミディニデスのパラドクスとして知られる自己言語のパラドクスを引き起こすわけですけれども、フーコーはこうしたパラドクスはですね、えー、っと対象言語とメタ言語を分離するラッセルのタイプ論によって解釈可能であると述べます。さてですね、これに対して、 私は話すの方はどうかといえば、この言名においてですね、私は話す、つまり対象言語と私は話すというメタ言語はぴったりと一致しており、一見したところですね、私はオスをつくのような問題を全く引き起こさないように見えます。このことに関してフーコーは、私は話すと私が言うとき、私が話しているということは従って真なの、打ち消しがたく真なのだと述べているのですが、こうした議論はですね、えー、と、言説の進級において話す主体の主体性がきつづけられるんだというバンベニストンの議論をまあ放出させます。 しかし、フーコーはここで直ちに議論を一転させます。フーコーによれば、私を話すは、アバンベニストの言説の進級のようにですね、話す、語る主体の主体性を基礎づけるものではありません。 私は話すは、私が話すその瞬間にのみ存在し、そして私が口をつぐむその瞬間に消え去ってしまうものであるがゆえに、それは話す主体の消失を知り続けるとともにえ、実際に思考者ですね、ブランションの小説である思考者の語り手である私はこの言葉を発する、まさにその瞬間に死のうとしているわけですけれども、えーとまあ、続きますと、誰によって語られるのでもない言語の存在をあらわにするの。こうう言うわけです。えー、と引用します。 まあ有名な箇所ですけれども言語が私が話すの孤独な主権のうちにしかその場を持たないならば、いかなるものも権利上、言語を限定することはできない。要するに、言語はもはや言説ディスクールでもなければ、えー、と意味の伝達でもなく、その生な存在としての言語の解釈に露呈された純粋には外在性なのだ。そして、話す主体はもはや言説ディスクールの責任者であるよりは非存在であって、その曲 空虚の中において言語の再現なき流出が休みなく遂行されるのである。まあ、こういうふうに言うわけですね。ここにおいて風ーが言説の進級をめぐるバンベニストの議論を反転させているということがお分かりになるかと思います。しかしながらですね、えー、と問題のことあれあれあれのころなんですけれども、どうしてブランシムの書説に登場する私は話すは、バンベニスト的な言説の進級をですね逆転させて語る主体なきですね言語の存在をあらわにする。まあ、このように言うことができるのかということです。 私を話すの出典となっているブランシュの指向者ですね、えー、ロマンである指向者をめぐる風光の分析だけでは、まあ、そのことは必ずしも明らかではないように思われます。そこで、外の思向において風ー,ーが分析を加えているですね、えー、と1953年に発表されたブランシュのレシですね、これレシなんですけども、である私についてこなかった男を取り上げてみましょう。 これまた一人称で書かれたこのレシにおいて、出品の途上にある作家と母式語り手の私は、語り手の分身のような姿の見えないですね、彼、いると対話をするのですけれども、語り手の言葉を断片的に反復する彼との対話は収束することなく、再現なく続けられます。フーコは次のように分析しています。 したがって、彼は一人称で語るこの私に極度に接近し、この私が用いる、えー、と語や文章を再現ない空気のうちに繰り返す。しかし、彼はこの私との間に絆を持っておらず、上記を意した隔たりが両者を分かっているの。まあ、こういうわけですねえ。さて、バンベニストが言説の心境を私とあなたの総合的な対話状況にお、えー、いて捉えた上で、<laughs> 三人称を言 <laughs> 説の心境から排除していたことを考えるならば、 私について行こなかった男において、私と彼での間で取り交わされる対話ならぬ対話はですね、バンベニストの現実の心境を、まあ、ある意味で、また、あ、リ屈的になれば、脱構築している。まあ、このように言うことができる、えー、かもしれません。ところで、私と彼の間で交わされる奇妙な対話において、彼らの語りを駆動しているのは一体何なのでしょうか でこ,のえー、とこの点についてですね、ブランシュ研究者であるラ原海さんの分析によればです、ね、でこれ、それは私と彼の間にあって、L というですね三人称複数の女性系でなさされるところの言葉たち、つまりパロールという第3の人物、これはトジン、えー、と第3の人物ですね、トラジンペルソンとして言われるわけですけれども、だということです。で風コ自身が取り上げている、私についてこなかった男の一節ですね、これ、フーが引用しているんですけども、ハ、まあ、原さんの翻訳によりながらですね、引用しましょう。 素晴らししい翻訳だと思うんですすけども、えー、と引用します私にはこれらの言葉、セパロールが聞こえると述べても、私と彼女たち、彼女たちというのはこれはパロールです。との、えー、と危険で異様な関係を説明することにはならないだろう。彼女たち、そのパロールは語らない。彼女たち、L は、えー、と内部にいるのではなく、それどころか内容を持たず、ま、完全に外にいる。そして、えー、彼女たち、L が指し示すものによって、私はこのあらゆる言葉の外に入り込む。 見たところ、内心のこと葉よりも秘匿されていて、より内的であるようだ。しかし、ここ、外は空虚であり、秘密には深さがない。反復されるのは反復の空虚数であり、それは話さないのだが、しかし常にすでに言われているのである。まあ、こういうことですね。オデュッセウスを魅了した精霊を思わせるような彼女たち、つまり言葉なき言葉に誘われて、語り手である私は、自らの同一性を喪失させる、外の経験へと導かれていくわけです。 でこうした事態は、ブランショの小説だけではなく、評論においてもですね、えー、と確認することができます。ブランショは1964年に発表されたですね、語りの声と題されたカフカ論において次のように述べています。カフカが我々に教えてくれるのは、物語ることは中性的なものを作用させるということである。彼、それ、イルは三人称ならぬ三人称である。えー、といっても、非認証という単なる安全、地帯でもない。 語りの彼、それはあらゆる主体、えー、主語ですね、主事を対し、同様に多動してこういく、あらゆる客観的な可能性を無効にすると、このように言っているわけですね。えー、ブランショのこうした議論は、バンベニストが実のところ、非認証、えー、と三人称というのは非認証であると述べてきたことを思い出せます、えーと。またですね、先ほど引いた、えー、と論考において、バンベニストがここでは誰も語っていない出来事が自らを語っているかの同であると、まあ、言っていたということ、このこととの関係も、えー、と気になるところですが、つまりブランショーとバンベニストという関係はそれ自体、原寸にい ですけれども、き、え、ょ、ー、は時間の都合上、それについてはお詳しくお話しすることはできません。いずれにしても、フーコーがブランションを通じて行った、えー、言説の神経をめぐるバンビニストの議論の反転というのは、ブランションがその小説と評論において展開したこのような施策に立脚しつつ展開されていたものだと、まあ、このことを確認するにとどめておきましょう。 さて、それではですね話をですね、えーと、言語外的なものと文学ですね、フ、まあ、ーコの論考に戻しましょう。この総合において、フーコは次のように述べて、これまでの、えー、と議論をまとめています。文学がそ,そ,それからなる言語の広大なざわめきが、言語外的な息吹、言語がそれに向けて配列される主体の空虚な位置を存在させている。そして、ある意味において、文学の全体がその位置を存在させるということに要約されるということな。 別の言い方をするならば、文学的経験がそれへと引き寄せられる、ブランショ的な、まあ、三人称、あるいは非人称の言語のざわめきですね、言語化的なもの、あるいは外ですね、から出発して初めて、えー、語る主体の位置が定義されるわけです。ですから、えー、言語界的なもの、文学と言語界的なものをめぐってなされたフーコーとバンベニストの対話、あるいはより正確に言うならば、フーコーによるバンベニストの反転というのは、二段階からなるものだということができます。 どういういことかまずですね、フーコーがブランショを通じて、バンベリストの言説の進級をえ反転させ、言説をブランショ的なつぶやきのうちに解き放っていた。 からこ,そでこれが風ー,ーによるバンベニストの第一の転倒なわけですけれども、原説とお物語、ディスクールとレッシ車を厳密に区別し、物語に語る主体はいないという、えー、言っていたバンベニストに対抗して、えー、これが風ー,ーによるバンベニストの第二の反転なわけですけれども、ナラトロジー的な、あるいはプレナラトロジー的な仕方で、ですね文学的原説における語る主体の位置と、えー、その変遷を位置づけることができたのです。 言語外的なものをめぐって、風ー,ーとバンベニストの間で取り交わされた対話というのは、とりあえずこのようにまとめることができるでしょう。ところで、興味深いのは、ですね風ー,ーが文学と言語外的なものをめぐる2つの倉庫において、バンベニスト、まあ、あるいはジュネット、そしてブランションと対話しつつ、分析した文学的建設と語る主体の位置づけをめぐる縁が、 1969年に刊行された知の考古学において、まあ、そっくりな形で見出されるということです。まあ、これについては、安倍さんも触れ,まし触れておられましたけれども、これについてはです、ねまあ、ももも別の角度から見ていくことにしましょう。えー、この本においてーー、ね、風光は、原説を期限のはるか遠い現在へと送り返すのではなく、具体的知見、アンスタンスとしてのその作用の中で扱わなければならないと述べています。 知の考古学の役者の新海泰之さんが、まあ、役者あの役中で指摘しておられるように、このアンスタンスという用語は明らかにですね、バンベニストのお原則の進級、アンスタンスでディスクールを踏まえたものです。しかしながら、両者の間には重要な違いが存在しています。バンベニストによれば、原則の進級は話す主体がですね、ラングを占有するということを可能にするものでした。まし下のように言っています。 でこれに対してですね、風ーは、地の考古学において、言説を構成する原表の分析に関して、次のように述べています。原表の分析は、従って、故ギとおを参照することなく行われる。この分析が語るものに関する問いを提出することはない。この分析は、実は人が語る、オンパフルというレベルで位置づけられる。 これは語られたことの総体として、そこで観察される諸々の関係、規則性、変換として、一人の語る主体の得意な位置を指示して、一人の作者の名前を受け取ることができるような継承や考察を含む領域として理解されなければならない。誰が語ってもよいということ。とはいえ、語るものは自分が語ることをどこから語ってもよいわけではないということ。語るものは必ず一つの外在性の作用の中に捉えられている。まあ、こういうわけですね。 ででこれに関しては、まあ、ドゥルーズが、この後で引いてますけども、指摘しているように、知の考古学の他の箇所で、風ー,ーが人が語る、あるいはですね外在性の際について論じるときに、念頭に置いているのは、これはブラン書ですで。ここにおいて、もうフーーはブラン書を通じて、ですねバンベニストを転倒させて、えー、と語る主体による戦友から言説、言説を切り離し、その上で語る主体のさまざまな位置を無名のつぶやきの厚みのうちに置,く置き直すということをしているわけです。 でこれはアドルズの分析ですけれども、さて、それではですね、これが最後ですけれども、それではですね、言語外的なものをめぐる2つの倉庫と、知能工学に見られるこのような平行性について、どのように考えればよいのでしょうか。 で役者の肩書において、安倍さんは、ですね、まあ、両者の類似を指摘しつつ、まあ今日もお話してくださいましたけれども、えー、狂気、言語、文学においては、ですね、語る主体と言表の関係は、あくまで文学の枠内で論じられていたという点において、知の効学の議論とは決定的に異なっていると指摘されています。 安倍沢によれば、地の考古学においては、ですね、えーと、その文学と引用しますと、その文学という枠組みは取り払われ、対象はあらゆるジャンルを横断する、まさに我々のものであることをやめたばかりの諸原説全体にまで確認、拡大するというわけです。で、風コ自身が2つの倉庫において、文学的言説の種別性を、えー、強調していることを考えても、極めて正当な、まあ、鋭い分析だと思います。 えっとしかし、ですね、その一方で私が、まあえー、っと今日指摘したいのは、ですね、地の考古学において、風光が原説の量やをこのように拡大することを可能にしたものが何かといえば、それこそまさしく、ブランショ的な外、つまり、ブランショを通じてバンベニストを転倒することによって積、積出されたですね、まあ、外の経験であったという点です。 ブランシ書的な外という文学空間は、地の考古学において、そっくりそのままですね、原表の分析が繰り広げられる場合と転化したのであり、その意味において、文学というジャンルならぬ文学的経験はですね、少なくとも地の考古学の風間にとっては異様なまでの特権性を帯びていると言えるのではないでしょうか。地の考古学で繰り広げられる原表の分析において、言語文学的言説は、 原説,説,説に関しては、文学的原説は、他の原説と,ともに、その特異性において分析されるべき対象を構成する一方で、これは例えば、ナラトロジーなんかが、えー、と分析するのでしょうけれども、一方で、原説ならぬですね、まあ、経験としての文学、まあえー、とそう言いますけれども、は、えーとまあ、これがまあブランド書的なかもしれませんけれども、原諸原説の分析の条件そのものを成しているのではないのでしょうか。 フーコーを捉えて話さないですね、超越論的、経験論的二重体の問題が、まあ、ここにも文学という、えー、と形をとって、ですね現れている、見られるのではないでしょうか。とすれば、1970年代を通じて生じたとされるフーコーの文学連の放棄なるものについては、一体どのように考えればよいのでしょうか。それはですね、フーコーが知の考古学を放棄したことを伴うのでしょうか。しかし、そもそもフーコは果たして本当に文学論を放棄したのでしょうか。 この問題について考えるためには、ブランショの外の思考をですね、1960年代の著作にとどまらず、1980年代に至る風ーの全著作を理解するための導きの意図とした、ブゥルーズによる風向論を再度検討してみる必要があるでしょう。いずれにしてもですね、この難しい問題については、安倍さんをはじめ皆様と、まあ、これから議論することができれば、まあえー、っと嬉しいなというふうに思います。ということで、まあ、長くなってしまいましたけれども、今日の私の発表はとりあえずこれで終わりということにさせていただきます。ありがとうございました。 はい、桜井さんありがとうございました。えー、っと、そうですね、まあ、非常にあの濃密な発表をしていただいたので、えーまあ、あのそこからあの非常に興味深いことがあの浮かび上がってきたと思うんですけど、まあ、あの先ほどのレクトン・レ,スレクシスの何ていうか、風ーの図式を見て、 まあ、奈良ジーにあの非常に何ていうか影響を受けてるなっていうのは、なんかおそらく誰しも直感的に、えー、考える、えー、し、なんか理解できることだと思うんですけど、まあその辺をあの桜井さんが今日あの非常に何ていうかあの文献をあの具体的に挙けながらですね、えー、的確に、えっと 論証してくださったという点ですよね。まあ、これがあの一つあの興味深い、のこのえとご発表のですね柱の一つになっている。でまあもう一つは、だからその何て言うか、ブランショーをあの媒介としながら結局、フーコーがバンベニストをどのように転倒したか。まあ、それはえ でしょうジュネットを媒介としながら、バ、えー、ンベニストをどのように点灯したかという問題とも関わってくると思うんですけど、まあ、あのそれがですね、結局言語外的という非常に、何ていうか、不幸に、えー、得意な、えー、概念に、えーまあ、直結していくことになるという感じなのかなと思います。はい。えー、っと、どうもありがとうございました。 えっとそれではですね、えっと、はす、さんの方から、は沢優さんの方からですね、次に、えっと、精神医学の観点から、えっと、この本をどうやってるかというお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。すいません。あの、はいはい、佐藤さん、すいません。ちょっと考えたんですけれども、まあ、あの、私も発表者ではなくて、あの、コメンテーター枠だと思うんですけど、コメントの順番としてはですね、えっと、 私のコメントと、あと久保田さんのコメントが、あの、まあ、狂気に関することということで繋がってるので、よければ坂本さんから先にやっていただいた後、私に来て久保田さんっていう流れが、まあ、あの、スムーズかなとは思ったんですが、いかがでしょうか いや、蓮田さん、このままでいいですよ。あの、だから、コメンテーター枠というふうには、もう発表者枠としてやってください。あ,あそ、そうなんですか。はい、はい。はい、わかりました。それで、それぞれ。はい、わかりました。それでは、あの、はい、ちょっと準備をいたします。はい、発表者枠で狂気に触れてる人が誰もいないと、あの。えっ、ー、と、久保田さんがコメントできじゃないっていう、<laughs> そういうことですよね。 はい、それでは、えっと、あよろしいで、今、画面共有できていますでしょうか、はい、パワーポイント。はい、えっと、すいません、あの、えっと、九州大学の初だと申します。えっと、まあの、ちょっと今回、コメンテーター、自分でコメンテーターだと思ってたのであの、特に全然何も準備せずにあの、非常に油断してたんですけれども、えっと、まぁ、あ、おととし父さんの方からですね、コメンテーターも中の資料を作るようにと言われて、ちょっと慌てて、 あの簡単に作ったあのすごい雑なスライドなんですけれども、あのえー、とちょっと作ってみました。<laughs> えとで,でですね、あのまずあの今回です、ね、ほとんどの方とは私あの、初めてになると思うのであの、簡単に自己紹介なんですけれども、私、あの大学の保健センターに勤めている、まあ、精神科医でして、えーとまあ、専門としてはですねあの、脅迫症の行動療法をやっているというところと、 であと、またこれとは別にです、ね、その興のその精神医学論に関心を持って、そのパリ東大学の方にえっ、ー、に留学をして、えー、とこのテーマで、えー、哲学のです、ね、博士論文を書きました。 今回お声かけていただいたのが、まあそのまあ、狂気、言語、文学というこの本のタイトルの三つ組みの中で言うと、まあ、その狂気の部分の,です、ね、あの担当としてということだと思いますので、ででまあ、あの確かにあの先ほどその安倍さんと桜井さんのご発表が、まあ、あのちょうど、まあ、言語と文学に関するお話だったということで、まあ、あの私としてはまあこの本のです、ねまあ、狂,狂気に関する部分で、えー、気になったところを、まあ、ごく簡単にですけれども、ちょっと拾ってみたいと思います。 であのまず今回の,です、ね、あの狂,狂気言語文学という本をその一読した感想としてはです、ね、まあ、これはあの者の,のジュディット・ルベルが序文のところで書いていることなんですけど、まあ、機関著作と比べてみて、その一見そのまあ似たようなことを言っているように見えるんだけれども、その微妙な違いというのが、実はよく読んで考えてみると、実はかなり大きな違いであるという感想を持ちました。 その狂気の問題に関して言うと、比較対象となる機関著作っていうのは、まず何よりももちろん狂気の歴史ということになるんですけれども、この狂気の歴史っていう本自体が非常に複雑で、さまざまな読み方が可能な本ではあると思うんですけれども、それまで、その中でですね、さまざまな読み方の中で、これまでですね、特にポレミックな文脈でなされてきたこの本の読解としては、 まああまあ、生物学的な疾病としての精神疾患というものはあの存在しない、そその精神疾患の実在を、まあ、否定する著作であると。でそれからその精神疾患に対するその医学的な治療っていうのの有効性に関しても疑義を呈している著作であるというふうに、まあ、読まれてきたあかと思います。で実際その、この狂気の歴史の中でーーはそのまはあ、近代の,そのピネルとかです、ね、あ,あるいはシャルコの治療実践に関して、 まあそれが実際のところは、その医学的知識の適用ではなくて、えー、医学的知識の意向をまとった、その人間のその感化の力によるものであったと。まあ、要するに、端的に言うと、まあ、ある種のまやかしであったというかですね、フーコはトマチュルジーという言葉を使ってますけれども、まあ、そういったところを非常に印象的にあの描き出してますので、まあ、そういうところを踏まえるとですね、確かに、そのう、まあ、この本がですね、精神疾患の実在とか、 まあ、あるいはそれに対する治療の実効性っていうのを否定しているように読めるっていうのは、まあ、これは事実だと思います。でところがですね、あのその今回の,その狂気言語文学っていう本はですね、あのまあ、こういうこれまでなされてきた狂気の歴史の読み方とですね、かなり、えー、配置するようなです、ねえー、記述が、まあ、たくさん出てくると、えー。出てきまして、まあ、さ例えばですね、そのえー、と翻訳でいうと145ページか146ページですけど、 ここではその狂気をですね、生物学的疾病としての精神疾患とはっきり区別して、で、まあ、前者は後者に還元しえないんだっていうような、あの、割とクリアな議論がなされてるんですけど、これ逆から言うと、まあ、その生物学的な疾病としての精神疾患の存在そのものはまあ否定していないということになります。で、えっと、ここの議論では、そのフーコはですね、その精神疾患をあの死とあの対比しながら議論してるんですけど、まあ、人間が 死ぬっていうのは、まあ、それが生物学的な過程であるということはまあ間違いないんだけれども、ただその死っていうのは、それに加えてその社会的な死とか、あるいは象徴的な死とかっていういろんな次元があって、まあ、生物学的な死には還元されないんだということを言って、まあ、でそれとの対比で狂気も精神疾患に還元しえないというようなことを述べていますので、まあ、そうだとすると、やっぱりその生物学的な疾病としての,その精神疾患はですね、あの まあ、あの否定してないと。否定しないんだけれども、まあ、狂気っていうのはまあそれだけじゃないんだというような論法を取っているということになるかと思いますで。それからさらにより、なんつうの印象的だったのはですね、そのまあ、20世紀の精神薬理学とか精神療法の治療効果っていうのをかなり,かなり明確に認めていて、でえー、とそ,のそれらの出現の登場の結果として、 えー、そうですね、偽って医学的とされてた制度が、まあ、本当に医学的な講座となったのであり、また監禁の場所が本当に治療の場所となったというようなことも書いてあってですね、でこれもあの読む人によってはですね、あの非常にそのフーの筆になるものとして見ると、かなり、えー、と意外というふうにあの言えるんじゃないかなというふうに思いました。でえー、とこの文脈でのそのコーの言葉を少し引用してみますと、まあ、狂気というのは、 恒常的な社会学的機能であって、えー、想像しうる限り医療が進んだ社会でもまあ見出されるまあ社会学的な機能であると、でえー、精神分析やあるいは薬理学的治療は、あ狂気のいくつかの現象をまあ撲滅することができるかもしれないけど、それでもやはり狂人であることの新たな方法が見出されるだろうと考えることができるし、えー、またそう望むことができるだろうと。 いうふうに述べています。で、じゃあ、なんでその狂気が精神疾患に還元されて撲滅されてしまわないことをその望むのかということに関してなんですけど、まあ、これについてフーコーはその、まあ、向上的にそのどの社会においても見られる機能としての狂気っていうのは、まあ、ここにですね、丸1から丸5に挙げたようなんです、ねえー、5つの側面から規定しうるというふうに述べていて、えーまあ、この この、えー、と議論自体はですね、これはあの狂気と社会という東大でなされた、1970年でしたかなされたあの講演であの、まあ、機関著作の中でも述べられてたことと一緒なんですけど、でまあ、ここに挙げたような5つの側面からあの狂気というのは一般的に規定できるんだけれども、まあ、この5つの中で、まあ、どれが不幸にとって重要かというと、まあ、明らかにですねその、えー、4番目の言語における相違というところですね。なので、えーとまあ、その精神疾患。 というですね、えー、病気としての精神疾患に還元されるべきではない狂気の要素として、えー、そのポジティブに価値づけられているのは、明らかにその狂気の言語という要素だと思います。でこの狂気の言語とその、あと文学の言語との関連というのが、まああの、この本の中でまあ集中的に論じられているということになるかと思います。<laughs> でえー、とーコによればですね、狂気はさまざまな時代にさまざまな形での文学と、 密接に結びついていてて、ね、でえーまあ、例えばそのバルク演劇にはバルク特有の結びつきというのがあるんですけれども、まあ、特にその現代においてはです、ね、その狂気の言語と文学の言語が修練するという、まあ、これがあの現代の特異的な現象であるというふうに論じております。でえー、とこれは秘境的な言語ですね、まあ、エゾテリックな言語であるというふうにも言われていまして で、えーまあ、より踏み込んでいると、フーコがその何をその望んでいるかっていうと、まあ、要するにこういうエズティックな言語っていうのはですね、まあ、その言語のある種の自己増殖によって、まあ、その世界そのものを変えてしまうというようなことを、まあ、そのフーは望んでいたんではないかというところで、まあ、そのことはですねあの、まあ、この本というよりは、あのえー、と桜井さんがあの訳されたフーコ文学講義という本の方ではもう少しですねあの、より率直に表現されていたかと思うんですけれども、まあ、そういったところがフ光の えー、当時のですね、に臨、うん、んでいたところではないかと思います。では、その、まあ、現代文学とその修練するような狂気の言語っていうのは、まあ、具体的にどういう言語なのかっていうことなんですけど、まあ、このことについては、その今回のその狂気、言語、文学っていう本の中では、まあ、2つのちょっとその異なった、2つの角度から言及がなされていたかと思います。で、えっ、ー、と、1つ目はですね、えっ、ー、と、自らを作り出しているラングを、 えー、ラングを危うくし問いただし、包含するようなパロールとか、まあ、あるいは自分自身のラングを含んでいるようなパロールであるというふうに書かれていて、でえっとまあ、これについてはです、ね、機関の著作の中でも、まあ、狂気作品の不在という,う論文の中で,です、ねえー、そのパロールにおいてしか存在しないラングあるいは自らのラングをしか言わないパロールという,ふうになことが書かれていたんですけれども、まあ、これとおおね対応しているようなことかと思います。 でそれに加えて、ですね、えー、と2番目として、まあ、今回の本で、まあこれ、これまでなかったことだと思うんですけど、今回の本で新たに付け加わっている部分だと思うんですけど、まあ、狂気の言語に関して、その語る主体と言説とのまあ得意なその位置関係という観点からです、ねえー、とも言及がなされておりまして、でつまりその、狂、まあ、人の言語というのは、 狂、まあ、人がその中で、えー、自分の全体を表明するにもかかわらず、その狂人自身はそこに不在であるとで。より、まあ、つまり一般的に言うと、その主体が完全にその原説のうちにいながら、同時にその主体はその原説に不在であるような原説というのが、まあ、狂気の言,言語でありで、また現代における文学の言語であるというふうに、えー、フーコは論じているということですね。でこれはその えー、言説の主体がその、言言説のその言語外的なものの内部に位置している、詰まっているというようなこともあの同時に風ーを言っていてですね。でまさにこの,その言語外的なものっていうのがどう,どういうことなのかというところがです、ねあの、先ほどご発表なさったです、ね、安倍さんと桜井さんのお話の中で、えーまあ、詳しく展開されていたところだと思います。で、<laughs> で私としてはですね、まあ、この点について、 ちょっとそのなんか、えー、若干思いつきの付け足しみたいな感じで、えー、恐縮なんですけれども、まあそのこういうですね、今述べたようなその狂気の言語に関する風光の議論の背景には、そのまあラカンのなんか影響があったのではないかというような感想を持ちました。でその風光があが、まあそのラカンについて、まあそのあえて言及避けてるというか、まあ故意に言い落としてるというのは、まあ今回のその本の中でもですね、変者が何度かその客中の中で、 指摘してたと思うんですけど、特にその今述べたようなです、ね、その狂気の言語論に関しては、まあ、ラカンの,その精神病に関するです、ね、1955年から56年にかけての,そのセミネールとのまあ関連がまあ指摘できるのではないかと思います。 でえっと、この講義のこのセミナーの中で、ラッカーンはそのフロイトの症例の、まあ、シュレーバーですね、シュレーバー症例の、うん、シュレーバーの自身の言説というのを、まあ、詳しく分析しているんですけれども、まあ、その特徴として、例えばその、えー、本質的にそれ自身以外の何者へも配布されないシニフィカシオンとか、あるいはそのシニフィカシオン自身へと配布されるシニ,シニフィカシオンというようなことを言っていてです、ねで、これはあの先ほど まあ引用したフーのですね、えー、まあ狂気の言語っていうのは、その言葉においてしか存在しない言語であり、自らの言語をしか言わない言葉であるっていう議論とですね、これ、なんかその対応しているように思います。で、それから、その、ラカンはですね、またえと同じセミナーの中で、精神病の患者っていうのは、まあ、自分が全く知らないラングを完璧に話すことができる人、まあ、あるいはそ,のそういう、全く知らないラングを完璧に話すことができるものが狂人であると。 いうようなことを言ってるんですけど、まあ、これについても先ほどのですね、フーが述べてた、まあ、主体と言説の関係ですけど、まあ、主体が言説の中にいながら同時に不在であるっていうですね、この得意なその狂気の言語のあり方っていうことに関する復興の議論とですね、ここのラカの指摘っていうのはあの何かその対応しているようにな、ではないかというふうに私は思いました。 ただ、その、えっ、ー、と、まあ、その楽観に関してはですね、私も全く問題観でありますので、まあ、この点に関しては、もしよろ,けよろしければ、まあ、この後ですね、久保田さんの方から、まあ、ご指摘、あるいは、ま、訂正をいただければ、まあ、あの、大変ありがたいと思います。はい、あの、すいません。以上、あの、ちょっとコメントということで準備したので、大変雑白で簡単なんですけれども、私の方からは、えの、以上になります。どうも、ご清聴ありがとうございました。はい。 は田さん、ありがとうございました。えー、っと、これで、あの、一通り、まあ、ていうか、狂気言語文学という、あの、三つの主題がありますので、えー、一通りですね、この三つの主題について、えー、っと、発表者の方からお話しいただいたということだと思います。えー、っと、は田さんにはコメンテーターって言ってお願いしてたのに、まあ、あの発表者的な役割を、えー、引き受けていただくことになって、ありがとうございます。 さて、えー、それでですね、あのー、コメントということで、えー、そうですね、えー、坂本さんの方から、まずその文学と言語、えー、についてですよね。で、そして久保田さんから、えー、っと、狂気について、えー、コメントいただけるということだと思います。はい、では、まず坂本さん、よろしくお願いします。はい、あの、休憩とか入れなくて大丈夫ですか あもう休憩は入れないです。すみません。もう各所の休憩をお取りください。各地ということで。では、画面共有させていただきます。よろしいでしょうか。あのー、京都薬科大学の坂本と申します。今日はよろしくお願いします。えー、お三方のです、ね、発表を受けてあのコメントをさせていただくということなんですけれども。 ただやはりまあ論点が非常に多様になってくるところもあって、で、あの、まあ、いくつかの,あの質問もですね、あの浮かんできたんですけれども、まず、え、今日、あの、このいただいた時間でお話をしたいのがですね、まあ、この本ですね、非常にあの得意な構成をとっていると思います。狂気言語文学ですけれども、えー、風ーの2つの講演、それから、 フ、えーの思考の中に残された、えーまあ、いろいろな地域のですね総稿ですね、それをまとめたものということで、そこに1つ、ですねこの本を成り立たせるための、まあ、前提条件としてのコーパスをめぐる諸問題があるのではないかということを、ですねやはり読んでいて一番感じましたので、それを中心にあのお話をしていきたいと考えていますよろししくお願いします。 それであの自己紹介を簡単にさせていただいて。 たいと思うんですけれどもあの専門は20世紀のフランスの思想史でであの博士論文がですねえミシェル風光における歴史の問題というまは主にヘーゲルと歴史学との関係を扱ったものなんですけれども、えー、まあそれが一応のあの復興研究の出発点ということになるかなと思いますでこの論文2011年に書いたんですがあ2003年ですね当時のデーウワーという学位がありましたけれどもそれの準備のためにですね初めてあの 当時、フーコーの未交換の資料であるとか、録音があった IMEC に行きましてで、そこで録音を聞いたりとか、ですね走行を見たりとかそういうことを始めました。で今はあのフランス国立図書館にフーコーの未交換の手法が大量にありますけれども、その辺の調査をですね断続的に行っております。であの そうですね。で、現在なんですがあの、今年度から、あの、家計費の基盤 C で最初のフーの総合的研究、フランス国立図書館所存の未交換資料に基づく考察というプロジェクトをですね、今ここにいらっしゃる、あの、今日お話しされた桜井さんや津澤さん、あと、あの、上司にいらっしゃる、えー、藤田さんであるとか、えー それから柴田英樹さんなどと一緒にやっております。ですからあの今回出てきたあの資料に関してもですね、いろいろと今まで見たことがあって、でまあ、非常に風光、字が汚いというの後でちょっとお話しますけれども、そういうのも苦労あの平成は大変だっただろうなと、そして役者もそうだっただろうなと思いながら読ましていただきました。それれでで最初になんですけれども えっとこれはあの安倍さんの役者後書きのところを、ねえーまあ、読んでいて、あのー、こういう文章が出てきたんですが、えー、近年、フーコの司法出版がフーコ自身の遺言に背く形で続いており、公開の場合で開催された公演、ラジオ放送等の記録、原稿がある程度完成していた線の歴史第4巻のような例はともかく、観光を前提としていなかったテクストの総庫まで出版されるという風潮には、 いいささか違和感を感をじないわけではなないいいというにうにお書きになっていますでこれは確かに私もまあそうだよなとどこまであの出してもいいものかっていうのはなかなか難しい問題だなと思うんですけれどもただあのここでですねやっぱりあのどこまで出していいのかって我々が躊躇するのはそのフーコーの書いたものフーコーのコーパスっていうものが 一体そこに何が含まれて何が含まれないのかっていう問題が、あのそこで我々は、まあ、暗黙に前提していて、ですね、それがかなり、まあ、研究者にとっても違ってくるんじゃないかなとは思うわけですで。その選別にはどういう根拠があるのかなということも、えー、考えてみたいと思います。で今日はそれをでフーコー自身の言葉を手がかりに、えー、考えていきたいと思います。で <laughs> フーコのコーパスの歴史と現状について、えー、ざっとまとめていましたけれども、えー、1980年にフ、えーコが亡くなりまして、まあ、それ以上新しい本っていうのが、まあ、出てこなくなったわけですねでその当時著,著作ベースの研究というのがまあ メインに行われていましたもちろんその当時に観光されていたインタビューとかですね、テクストも対象ではあったわけですが、えー、そして第2期、1994年に、えー、生前にフーが観光を許可したコーパスの,の、まあ、インタビューであるとか論文であるとかが、えー、っとフランス語で、えー、4冊にまとめて、えー、出てきたわけですね。でそして1995年、すみません、第2期と第3期の間が1年しかありませんが、コレージド・フランスの講義が、えー、観光を開始されました。 これは、えー、講義のカセット録音と、それから、えー、走行のをもとにして、ですね、えー、そして、えー、編集者が工程を行って作られたもので、えー、2015年に至るまで観光が続いていました。ここには、ですね、えー、例えば統一性の問題とか、パレーシアの問題のような、それまでほとんど知られていなかったような、断片的にしか知られていなかったような、えー、問題系がですね新たに、えー、まとまった形で出て,出てきた。 とということがありましたそして2013年からはですねフランス国立図書館においてフーコーの膨大な未公開の資料だいたい3万枚ぐらいだったと思いますけれどもこれの公開が始まりましたでこの狂気言語文学もその、えー、と総合の検討の中から生まれた本だと思うんですけれどもそこにはさらにですねディゼイクリにもコレジド・フランスの講義にもなかったような新たな 問題系であったりとかですね。そういうものが出てきているというそういう現状です。そして、あのまあ、この不登校のコーパスについては、あのまあ、2つの考え方ができるのではないかなと思います。 でまず1番目の方ですけれども、生、え、前、ー、出版されたもののみが、フ、えー空港のコーパスである、まあ、これは非常に厳格な、えー、制限をつけているものではありますけれども、のまあ、中には非常に類似したあの観点から研究を行っている方、最近でもいらっしゃいます。そして2番目に、4、5出版、総合読書ノート。 それ以外も含めた全てが風ーのコーパスであるという、まあ、言ってみれば何でもありという立場というのもありえなくはないと思います。でまあ、ただでですねそのどこまでが あの、風光のコーパスなのかっていうことの境界っていうのは非常にまあ難しい問題なわけですね。例えばその走り書きであったりとか、まあ、書いたんだけど、途中でやめちゃって捨てなかったものが残ってるとか、そういうものも含めるのかどうかということです。で、この1番と2番の間にまあ風光のコーパスをめぐる様々な立場っていうのは存在すると言えるのではないかと思います。 えそしてまず1番目の立場は、ね、生前出版されたもののみという、そういう、まあ、これもそんなにあの厳しく、えー、考えている人はいないかなと思うんですけれど、まあ、それにはやっぱりフーコー自身の言葉の根拠というのがありまして、それがですね、1982年にあの当時のポーランドの、えー、連帯、えー、のに対するです、ね、支援のために、えー、フーコーがまあ仲間と一緒にポーランドに出発をする前に、遺言書を作っていたんですね。 えー、そこに、えー、書かれていた文言の一つとして、えー、パド・ピブリカシオン・コスチュームというのがありました。死後出版はあのー、やめてくれということなんですね。でこれはあのディディエ・エリボンの風光伝にも出てくる話ですけれども、この風光の遺言を忠実に守るとですね、 まあ例えば、ディズエクリは OK なんですけれども、コレージド・フランスの講義を出すというのは、ちょっといかがなものかということにはえなってしまうわけです。そしてそもそも、ですねフーコー自身があの自分の書いたもの、考えたもの、書いたものをですね残す、そしてそれがあのどこかにこうえアルシーブとして残されるということに抵抗があったんじゃないかということを、フィリップ・アルティエールえーですねがえー述べています。 でその中にはですね、まあ、3つのですね、えー、拒絶の身振りがあるんじゃないかというふうにある程度言っているんですけれども、まずあの、まあ、保護とか、ですね、走り書きのようなものをフ、えー、まあ、風ーという著者に着,すること着せられること、あるいはその、えーまあ、走り書きとかをですね、体系性とか全体性、思想の一体性を保つために、そういうものを恣意的に取捨選択することっていうふうに風光はまはあ、拒絶の意をずっと示していたと。 でだから、あのまあ、そういうふうに残さ残さないでくれという、まあ、だからなんでしょうね、自分が出すと決めたものだけを使ってくれという意味で、そのほかには沈黙を保つということが、1つ、沈黙のアルシーブというふうにアルティエルは言っていますが、そういうふうなものがあるということです。そして2番目なんですけれども、まあ、これはあの風光の走行をご覧になった方、よくご存知だと思うんですが、フーコーはめちゃくちゃ字が汚いんですね。で あれはあの中学生の頃から汚いっていうふうに自分でも言っているので意図的なものかどうかは分からないんですけれどもただわざと読めなくして でまあ、ある意味では他者のアクセスをあの封じようとしたんじゃないかというそういう、えー、見方を RTL をしています。読、えー、性なきシーンといいう,うに彼は言っていますそしてですね3番目なんですが、あの風ーは本を書くときにですね大体,さ大体3回ぐらい走行を書くんですね、書き直すんですけれども、1番目と2番目の走行っていうのはその後のものができるとあの全部捨てて、えー、いる。 で、わずかに破壊を免れたものが、例えば知の考古学の走行であったりとか、あるいは、えー、セクシュアリティの歴史の2巻、3巻の走行だったりするんですけれども、読書ノート以外は、終わったら捨てるというのが、まあ、彼の基本的な立場だったということなんですね。だから、えー、あたう限り痕跡を残さないようにしようというのが、風ーの基本的な立場であったということは、えー、確かではなかろうかと思います。で だからそういう意味で風フーコーの思考というものはですねマニスクリというものは、ある意味では彼の意味すまなかったアルシーブ破壊をさまざまな理由で免れたものというふうに言えるかと思います。でもちろん、こういうです、ね、フーコンのアルシールを残さない身振りであるとか、それはまあ決して徹底していたわけではありません。 で例えばですね、その生前にあ死後出版をならぬと言っても、ですね例えば肉の告白、セクシュアリティの歴史の4巻ですけれども、これはもう総稿は完成していて、フーコの構成ができなかった、その前に亡くなってしまったというものですけれども、これについてです、ね、でピエール・ノラはもう没後すぐにからですねもう勧告すべきだ、もうできたものなんだから勧告すべきだという立場を、えー、取ってみました。ですから あの何を死後出版とすべきかということなんですけれども、ディズエイクルについては問題ないと思うんですね。あの生前に、えー、彼が出版の、えー、許可を出していたものなんですけれども、で講義の位置づけ。 これ時のフランスの講義の位置づけっていうものは、えー、限りなく死後出版になるでしょうし、で狂気言語、文学のような、まあ、総庫も含めたもの、あるいは他のですね、えー、最近出た現象学と心理学のような、えー、1950年代に書いた幻の博士論文の計画なんていうものは、まあ、限りなく死後出版というふうに言えるだろうなというふうに思います。で、果たしてそれが風光の意味、えーの日にそうものかどうかというのは、一つの問題になるわけなんですけれども、ただここでですね、 フーコ自身の,あのコーパスに関する考え方というものを、えー、見ていきたいと思うんですが、フ、えーコ自身が、えー、他の思想家とか哲学者の、えー、コーパスに向ける態度というのは、あのおそらくその死後出版を禁ずという立場とは全く正反対なんですね、むしろ何でもあり派ではないのかというのが、えー、透けて見えるわけです。で えー、例えばですね、えー、1967年に出た、えー、ドゥルースと共同執筆したニーチ全集の序文で風ーは、えー、こういうふうに書いています。えー、偉大な書物が用いたであろう形式と素材について、またニーチがその構想を断念した場合に発明したであろう他の書形式についても誰も油断を下すことはできない。せいぜい読者は無双しゆるだけだ。とはいえ、読者に無双の手立てを与えなければならない。 この無双の手立てというものがまさに意向感のノートだったりメモだったりするわけです。それを出すということで非常にポジティブな意義を少なくともフーコンニーチェに対しては認めているわけですね。えそして、えー、2つ目ですが、我々は新たな観点が未完文書によってもたらされ、それがニーチェの回帰という観点であることを願っている。我々が希望するのは彼が残すことのできたメモお及びそれらの多様な構想が特殊な面に対して組み合わせと置き換えの全ての可能性を解き放つことである。 これらの可能性はニーチェに関して、来たるべき書物という未完の状態を今や永久に含み持っているのであるということで、まあ、これもその前の引用と同じくですね、えー、書物にならなかったものを出すことの意義というのを明確に認めているわけですけれども、こういう発言というのは、フーコ自身に対しても当てはまるんじゃないかということが考えられるわけです。そして、えー、もう一つですね、あのーまあ、その、 死後語出版を禁図という発言に関してなんですけれども、果たして、まあ、著者、フはですは、ね、自分の書いたものに対して、どこまで、えー、とまあ出さないとか、出すとかです、ね、そういう権利を持っているのか、もちろんこれ、法的な問題で言うと、あの間違いなく持っているんですけれども、ただ彼自身の思想から見えるスタンスとして、果たしてそれがあの一貫したものなのかというのは、一つ疑問に思うところではあります。 あります例えばですね、知の考古学のイントロダクションの非常に有名なあの部分です、序論の最後のところですけれども、私が誰であるかと尋ねないでくれたまえ、私に同じままであり続けるようにと言わないでくれたまえ、それは戸籍の道徳であり、我々の身分証明書を支配している道徳である。書くことが問題であるとき、そのような道徳は我々を自由にしておいてほしいものだというふうに述べているんですけれども、ある意味では、風光であること。 をまあ、フーコー自身が拒否しているときに、フーコー自身がフーコーの壮行、えー、を死後出版することはまかりならぬという、なんなんて言うんでしょうね非常にこう矛盾しているように感じるわけです。そして、えー、またあのフーコーは作者や作品という概念の、えー、一体性である統一性についても、繰り返し疑問を表明していますけれども、えー、例えば作品というのは、1つの恋名詞、例えばフーコーであるとかです、ね、ニーチェによって支持されるテクストの総体のことではないのか。 ところがその指示は一つの統一的な機能ではない。結局、風ー,ーの作品というものに含まれるものというのは、その境界というのは非常に可変的であるということですね。それは風ー,ー自身も、えー、認めているところなんですけれど、でも、えー、果たして、では作者風ー,ーが、例えば、えー、生前のもの、死後のもの、で交換されたもの、交換されていないものという指示はどこまで有効なのか、どこまで我々はそれを真剣に取るべきなのか。 ととといいうことは、えー、問題になると思います、えー、そしてですね、あのーまあ、そういう、えー、っとそのフーコンのコーパスにおける死後出版がダメっていうのは、まあ、もうなし崩しになっているわけですけれども、そういう、えー、スタンスをですね、補強するのは、あのフーコン自身によるフーコの思想の位置づけに関するいくつかの発言ではないかと思います。 例えばですね、狂気の歴史であれ何であれ私の本はすべていわば小さな道具みたいなものんんです。もし人々はそれを開いて、そこにある何かの何らかの分野、考えや分析をちょうどねじ回しやスパナと同じように使って、権力体系を衝突させたり、執行させたり、ぶち壊したりすれば、たとえそれがたまたま私の本の母体となって、権力体系だとしたって、それこそ締めたもんですよという、そういう話をしていたりとかですね。 あるいは本の利用というのは、それが与えてくれる喜びと切り離せないものですが、私は自分の書いているものを一つの作品だなどとは夢にも思わないし、人が自らは作家だなどと自称できることさえ実に不愉快です。私は一体の道具売り、レシピ考案者、地図作り職人、図面識、武器製造人といったところです。という、そういう発言、これどちらも70年代のものなんですけれども、道具として使えるものであれば、ある意味ではそれが、 えー、生前に出版されたものであれ、死後に出版されたものであれ、えーまあ、何でもいいんじゃないかということ、しかもですねここで問題になっているのは、利、え、用、ー、使うことなんですね。ですから、必ずしも風光が、えー、意図したものとは違う形で、違う文明をこの中で、えーまあ、彼の思想であったり概念を使うということに関しても、まあ、非常にまあポジティブな考え方を持っていたのではないかというふうにえー、まあ あの思えるわけです、す、まあ、ここまで見てくるとですね、フーコー自身はあのむしろ、えー、と死後出版を、えー、禁ずというです、ねえー、発言とは裏腹にですね、むしろその、えー、自分の。 えー、書いたものに関してかなりこう自由な使い方っていうものを、えー、想定していたんじゃないか望んでいたんではないかということが、えー、問題になるわけです。でここで最初の例、えー、とに戻っていますけれどもそもそもなぜその風ーのコーパスっていうのを確定が問題になるのかっていうことなんですけれどもまず一つ考えられるのは風光の思想とそうでないものっていうものですね。例えばあんまり考えられませんけど偽風光の書いた式とかが出てきたときにそれが果たして本物かっていう申請性の問題が 提起されるわけですでただ、そういう申請成のレベルとは別のところで,です、ね、で、まあ、フーコの考えた道筋っていうのは、えー、っとこの狂気言語文学でも明らかな通りですねその著作に出てきた、あるいは今まで交換されたものからは、追えないような非常に豊かな問題系が含まれているわけです。 でそれら時にはでフーコーが追いかけていたけれども、まあ、いろんな理由で断念して放棄したものかもしれませんしあるいはフ、えーコー、まあ、は放棄していなかったんだけれどもその後、まあ、いろいろな外的内的な事情でそれを追及するものをやめた問題かもしれません。でですからそののの考えた道筋っていうものが、まあ、あの未公開の資料で 新たに見えてくるるももののいうものがあるわけですねでそれをまあ我々はまた取り上げてそしてそこから新たに議論が始められるわけなんですけれどもそれはおそらく風ーが予想していなかったりいは風ーが考えなかった問題に対する通路でもあるのではないかなと思いますそういう意味ではこういう未交換の資料っていうものはその風ーの思想という一つのシステムをですね完成させるようなものではなく で、そこの中に、えー、散財するような問題、えー、問題提起をですね。我々が見つけて、そして受け継いで、えー、それをまたあの使っていくという。そういう意味での空港のコーパスの在り方というのは考えられるのではないかなと思います。でまあ、こういう考え方をするとですね。えー、とまあ、今そのフランス国立図書館にある総合群というのは？えー まあーコの思想の体系というものを完成させるもの。 あるいはフーコーが扱った問題というのはどういうものか確定させるものであるというよりはむしろそれを新たに開くような可能性を持っている文書群ではないかなと思います。それはまさに今日のですね狂気言語文学で安倍さんとそれから桜井さんと蓮澤さんがお話したような、えー、とまあ問題の中に出てきた議論の中に出てきたものだと思うんですけれどもこれはですね例えばあの あの私、最近ちょっとずっとカンギでの入門書の翻訳を知ったので、それでの演奏でもあるんですけれども、さまざまな問題を閉じるのではなく、むしろ再び開くというのが哲学的思考の要請だという、そういう、えー、これはおそらくフーコー自身も影響を受けた考え方だと思いますけれども、えー、そういうものにつながる可能性があるのではないかなと思います。で まあ、あのフーコンの総合とはですねコレジ・フランスの講義もそうですけれども、今まで言ってみれば彼の遺言に背く形,背く形で、えー、出てきているわけですね。で、それは結局、何のために行われているか、我々は何のために読むかということなんですけれども、それは決してフーコンの思想の本質であるとか体、体系を探求するものではないだろうと。まあ、フーコン自身がですねあのこの本の中で文学というのは玉ねぎだと言ってますけれども、 私はその川の探求する、川だけを探求するんだっていうふうに言ってて、何か聴取に受けていましたけれども、その川の中身をずっと追っかけていく作業ではなくて、むしろその表層から出てくる新たな問いっていうのを発見して、まあ、追求する契機になっているんではないかなということそれがですね、そのこの今回、狂気言語文学という、ある意味で非常に、あの まあえー、何でしょう、異質のものを集めて1冊にした本があの提起する、えー、問いではないかなというふうに、えー、考えたしだいです。えーでまあ、今回の、えー、とお話の参考文献が、えー、こういう感じになって、えー、おります。というわけで、えー、大体頂い,いた時間、ちょっと過ぎてしまいましたが、私のコメントは以上としたいと思います。ありがとうございました 坂本、はい、さんあの、ありがとうございました。えー、っと、それではあの、えー、っと、早速ですね、久保田さんの方に、えー、っと、コメントを、えー、っと、移したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと、画面を共有します。ええー、あ、滋賀大学の,あの久保田と申します。あの、精神科医でして、えー、あの大学の保健管理センターです,ですねあの。普段はあの 学生さんの、まあ、カウンセリングみたいなことばっかりね、やっている、えー、医者なんでありますけども、えー、今日はですね、あのーあの、コメンテーターとしてですね、あのお招きいただきまして、大変嬉しく思っております。あの実は安倍さんとは、私、90年代終わりぐらいにあのパリでフラフラしてた時にお会いしててですね、あのその当時は安倍先生、あれですよ、あのリ,ュリ,ュリ,ュデリュデアルシーブ。 あの、アルシーブ通りというところにお住まいで、もう住んでるとこからしてですね、かっこいいと。で、あの、今ですね、あの、このお仕事を、あの、えー、読ませていただいてですね、あの、その狂気文学からですね、こう、アルシーブに向かう。 そういう、こう、あの、風向のですね、こう、まあ、展開点をですね、こう、解明されるようなですね、お仕事をなさっているというのは非常に感慨深いなとも思うわけでありますしですね。あと、それからですね、あのー、あれです。文学に関しても非常にこう、えー、同が深いと。もう、あの、文学、文学即狂気みたいなね、即と言っちゃいけませんけど、その文,文学と狂気が特権的な関係を持っているということに関してもですね、多分、あの、本来なら論じていただけるような、あの、 深いこう背景を持ってらっしゃるのではないかとね思うんですけども、例えばですねマルグリット・デュアスに関しても非常にお詳しかったりですね、いろいろありましてですね、そういう思い出をちょっとだけ話させていただいて、ですねであのその当時、は私、パリで何してたかといいますと、個人的な話で恐縮なんですけども、サンタンヌ病院というまああの公立病院で,で、なんかあの見学と称して、全然フランス語分からないなと思いながら。 あの病棟でうろうろしてたんですけれども、ですねその時にあに、とあるあのアフリカの方からの,、ね、あの難民の患者さんが、あの精神病性の、まあまあ、なんか妄想が出ちゃって、ってですね、えー、救急入院になって、まあ、入院してるという方があってですね。 なんかその方がなんかすごいあの悲惨な拷問の話をしていてですね、で、それはなんか被害妄想だろうとか言って、なんか病棟で言ってたんですけど、あの、ある日なんかカンファレンスで看護師さんがですね、いや、どうもあれ本当の,あの拷問らしいと、本当にあの人、国でひどい目で会ってたみたいだっていうんで、ええみたいな話になってですね、一度ちょっと唖然としたみたいなことがあったりしましてですね。で、そういう、あの、狂気と社会の問題といいますかね、もちろん、あの、精神疾患というのは、 あの生物学的に規定される部分もあるわけでありますけれども、とはいえ、ですねこう社会的に規定された部分というのは決して捨て去ることはできないわけでありますし、つまりあの社会と狂気の問題というのは、この本の中で繰り返しあのまあ取り上げられてきたことでありまして、ですねつまりこう狂気がない社会はないのだと、社会があるということは狂気があるということなんですみたいな言い方をまあ復合するわけでありますので。ただそれは あのー、どういうんですかね、あのー、誤解もされやすい,言い方ですし、えー、狂気というのは文学,の文学的な問題なのかと、あのー、これ、言い方がもうちょっと私が定例にすべきなんでしょうけども、つまり文学と特権的な関係を持っているものだと言うべきなんでしょうけど、あの狂気即文学的な問題なのかというと、つまりそれはレトリカルな問題なのかとかいうふうにね、あの間違われるかもしれませんし。 ただまあそこからの本当に緩い連想なんですけどあのそういえばあの文学って昔はですね例えばあの昭和天皇は広人が戦争責任について問われてですねいやそういう言葉の綾について私はそういう文学方面はあんまり分かんなくてみたいなことを言って,言てです、ね、いや戦争責任は文学なんかみたいなねあの話があったりした時代もあってですねきっとそんなことを思い出したりもいたしましたし、えー、でもそんなこと言った時代から多分もうかれこれ30年ほど 精神学、今日の精神学はですね、あのうん、文学の問題をねこう、完全に忘れてしまったというか、忘れたふりをしてきちゃったんではないかという、あの個人的な危惧といいますか、はあります。で、それは実は、あのあのすみません、ちょっと私のイヤホンのバッテリーがなくなってしまったので、ちょっと切り替えます。 久保田さん聞こえてないですね。すみません、久保田さん、いいですか もしもし、聞こえましたでしょうか。あ、これで大丈です。すみません、大変失礼しました。bluetooth の切り替えがうまくいってなくて。はいえー、すみませんですね。あの。はい、大丈夫です。聞こえてないずっと聞こえてなかったですね。大変失礼いたしました。ね、あの、えっ、ー、と、はい、切り替えられた。ところから、やってい、ただ替ますか <laughs>、はい。要するに、その、いや、結局この精神学って三十年ぐらい、なんか心の病気は脳の,の。 のっていうね、心の危機感の病気ですよみたいなことを言ってですね、それでまあ文学としての表記の,の問題をですね、すっかりま忘れたふりをしてきたところはあるわけですけども、でも実は30年ぐらい前以前はですね、もっと逆の状況もあってですね、あのその頃はあの、あれです、すごく、どういうんですかね、あのまあ、例えば私がいた兄弟なんかもそうなんですけどあの、政治活動やってたんですよね。でとにかくあの 病院を開放化すればねあの、患者さんもよくなるに違いない。まあ、そこまで単純なこと言ってなかったけど、とにかく社会が良くなれば、病気もなくなるのだ的なことを言ってる人っていうのはまだいてですね、あんまり多くはなかったですけども、まあ、それでもあの、そういう形であの精神病院を あの最近は精神病院というと差別用語だとか言って怒られるらしいですけどあの精神科病院って言わないといけないらしいですけどまあでも就業施設ですからね精神病院なわけですよねでその某精神病院あの当時の大学から派遣されていた大阪府のねとある精神病院がありまして、えー、とっても面白い病院だったんですけどもあの後でいてあびっくりしたんですけどそこの,あの職員さんが、まあ、日本赤軍の関係者の方で,で患者さんの,あのまあ 名前を書いてですね、パスポート偽造とかやってたりしてですね、これも新聞でも報道されたんで言っていいと思うんですけども、えー、そんなところにですね、研修時代なんか到着に行ったりして、全然そんなこと知らずになんですけどですね、えー、でそういう時代、今ですね、あ,のあれです、あの社会が、まあ、阻害状況をなくせば精神病は治るんじゃないかみたいなことはまだ言ってる人がいたわけでありまして、もちろんそんなことはあ,りあるわけないんだけども、えー、しかし一方で我々はですね、今日ですね、 例えば、プーチンの狂気みたいな言い方をしたりですね、つまり狂気という言い方はやはりするわけでありますし、あるいは今日のうつ病というのは、ですね今の社会の働き方の問題だということをいう精神科医は、まあ、臨床的な実感からしてですね、多かったりするわけでありましてですね、じゃあ、これは、じゃあ、要するにその狂気、まあ、うつ病をですね、狂気と見なすとしてですね、それは社会からの影響なのかということになってしまいますから。 あのこれは決してあの忘れられるべき問題ではないはずなわけなんですよね、つまり社会と狂気の問題というのはね。で、あのそして、まあ、狂気はあの文学と、えー、特殊な、得意な関係を持った問題でやってということをもう一度考え直すべきなんだろうかと思いますし、私自身、あのその復興研究の,あの フーコンの文学史みたいな言い方をついしてしまったわけでありますけど、これはちょっと今反省していて、ですねあの狂気と文学の問題というのはやはり、えー、改めて考えられるべきなんだろうと思うわけですね。えー、というか、それを今回、あのご発表を聞きながらあの、まあ、考えましたというか思いました。であのそういうこういこあの 文学ですね、つまり言説の外をですね、ごめんなさい、言語の外をですね、その中に織り込むような言説体としての文学みたいなものを考えるべきなんでありましょうけども、しかしそれの構造分析は決して容易ではないだろうと思いますし、えー、あのフうクはちらっとこう失語症論についてね、言及してて、ね、ちょっとこれ面白いなと思ったんですけども、確かに失語症論を考える ためにはその主体の体問題をね考えないといけないいいとけんであの単純なその言語の障害として見ることはできないわけでありますので、あのーまあ、そういうことをヒントにすることは可能なんでしょうけども、しかしですね、文学の、あのー、問題をその一般的なですね分析理論といいますかね、そのレクシス・レクトンとかいうものを使って一般的に分析できるんだろうかというのは私非常に疑問。 疑問を抱いてと言いますか、いや、そんな単純なわけないだろうと思いながら読んでたんですけども、例えば佐をどうです、ね、佐藤を作品分析するときにあれでいけるのかとかですね、ルーセルはどうなのかという場合に、えー、そんな簡単ではないんではないかと思ったりもするわけですので、ですから、まあこの、あのー、 今回の取り上げた本のですね、行き着く先がですね、知考工学であるとしたら、それは本当にあの成功した試みなのかなというのはですね、ちょっとあの考えたりもするわけでありますですね。まあちょっとこういったことは、あのしかしあの、どういうんでしょうか、精神科医に荷が重い問題なので、この辺の話は、もう専門の,、えー、の文学、 文学の専門の先生方というべきかな、なんか任せなくてですね、もうちょっと簡単に分かることについてこう、思いつき的なことを話しようと思うんですけれども、えー、一つはですね、狂気の歴史の読み方に関して、読み方、ですねどう,どう読む、どう読めるのかという問題ですねで。これは私が個人的にこだわっていることなんですけれどもで、先ほどあの、長谷さんがおっしゃったことと私、全く 全く意見違いますあのつまり、ひときの歴史というのはあの、実証的なというか、生物学的な精神医学を否定するものでは全くなくって、むしろ、生物学的といわれる精神医学が成立する思想といいますかね、それこそこう考古学的にそういうことが可能になってくる、その一年の配置が可能になった変化を扱っているで、それがまあ古典主義時代のに起きたことであってという。 その部分の本だと私は思ってますんで、ですから、その近代以後の精神学に関しては全く扱ってない本であってですね、で例えば18世紀ぐらいからもなんか脳を調べたりして、で、硬膜が乾いてるとかですね、脳をこう切り取って重さを測ったりとかいろいろしてたわけですからあの、その頃から生物学的な発想というのは生まれてきたわけであってですね、あのでそういう意味で決して、あの、 狂気の歴史というのはですね、その生物学的な実態をこう完全に消去できるかのようなですね、構成主義的な狂気感みたいな、精神病感というべきかね、そういったものをあの主張している本では全くないと思うんでありますけども、全くないと思うんでありますけども、一方で非常に不幸はあの面白いことをいろいろ書いていた本の中でですね、例えば集結部でですね、とにかくあの、まあ、文学としての狂気が。 精神学に勝利するのだみたいなですね、認知的な交渉をするみたいなですふ、ね、うに読めるかなと私は思ってるんですけれどもで、そういう言い方をもう最初からしている以上、です、ね、あの長期の歴史が原象学的なものをまだ残していて、でそれが、よくある程度、地の考古学に至るんだというようなあの、理論的発展みたいなストーリーは、ね、ちょっとそういうふうには読めないんではないかとですねあの思ったりもいたしますわけですね。 あれいい今、聞こえてますですか聞こえてます。大丈夫です。今、大丈夫です。すみません。今頃ちょっと、ちょっと前のパットに気づいて反応してしまいました。すみません。ええー、と、それでですね、あのー、今回のこのですね、あのー、本のチュニシスの攻撃とか見るとですね、 いやなんか率直な感想はずいぶんか随分緩いなと言いますか、狂気の,の歴史の,あのノーミスな議論から比べると、なんかちょっとこう脱力してる感じもあって、ですね、まあ、そんな偉そうなことは確かに言ってもしょうがないんですけど、あのー、例えば、ですね弁護、まある名前はどうでもいいですけども、も、あのー、それは他の人とは違った振る舞いをする人でやって、ですねでそういう分類はですね教育と呼ばれる人々のですね、 え奇妙な位置付けを見事に言い表していますっていうですねなんかあのオーストラリアのあの原住民の話とかでしたかねなんかそういうのを例に投げてたりしてですねこんな単純な話でいいのかとか思ってしまうんでありますけども、えー、なんかにあのチニスに行ってすごいハッピーでリラックスしてる感じが儲けなくもないんですがですね、えー、それはともかくですねもともとあの競技を あの文学との関係で読んでいた人がですねで、そういう意味で文学の人がですねあの、自己的に発見した地層としてのですね、そういうあのレヴィストロースの影響を受けたようなあの、悪い意味でちょっと文化相対主義的に聞こえるような話、しかしそれはあの後から発見した地層なんじゃないかというふうに思い,思いたいといいますか、思うわけでありましてですね。であの,の,歴史はですねあの素朴にいい 狂気のつぶやきにですね耳を傾けようとするかのようなですね、狂気そのものをこう掘り出すことができるかのようなですね、そういう意味で原子力学的な尻尾が切れてないような姿勢に見えたのはですね、むしろ,むしろあの西洋近代というローカルの日付であったり、歴史性といったようなものですね、これは決して単純な歴史性ではないわけですけれども、しかしあるある、ある日付を導入しようとしたわけであってですね、でそういう認識論的な競争であってですね、であるから、 こそであってつまりそれはもともと原子学的なもんでは、私はその狂気の歴史というのは出発点から原子学的なもんではないのだというふうに思っているわけでありますけれども、まあ、そういったとこ,ことをですねあのこの本を読みながらちょっと、えー、感じたことですね。で、原子学の悪口になっちゃうんですけど、これはもちろんあの狭い意味での原子学です。原、え、子、ー、学が西洋近代の学の起源を問う。 問うわけでそれで全く正しいことなんですが、でもその問うということ自体がまあ西洋近代に規定されている,いるわけでという話でありまして、でそれがしばしばあの実証的な精神学と結託してしまうと、非常にこう単純に結託してしまうということがありえるというのは私が感じることですね。で例えばです、ね、あの性別岩 それ以前は、まあ、あの性同一性障害とてわれていた問題があってですね、で、今にそれは性別リバーだということになったわけで、疾患ではないということになったわけでありますけども、えー、じゃあそれはあの、ね、社会的に構成されていた問題なのか、トレンの問題なのか、つまりそれはレトリカルな問題であり、あるいはまあ文学の問題なのかっていうふうにですね、誤って理解されたりですね、あるいはまあ社会的に阻害されかねない現状があったりしてですね、 であのまあ、非常に極端なケースですけど、まあ、トランスの女性にですね、つまり見た目は女性らしく見えるカッターに対して、まあ、それはでもそのま、まさに原子学的に女性らしく見えてるからだろうと思うんですけども、そういう人を糾弾して、ですねあなた、女というのは何なのか言ってみなさいみたいなことをです、ね、言う人がいです言ってです、ね、つまり女というのは生物学的に規定されるものでしかありえんだろうという文脈で,でありますけどねで、それはまた間違った、あの誤った。 あの問いだと思うんですけど、つまり女というのは生物学的に規定されることは全くない、ありえないわけなんですけども、えー、しかしそれをですねあのあのできるかのように、つまりそこで素朴な生物学主義と現象学が結託してしまっているかのように見えるわけでありますね。で、実はそのジェンダーの問題というのはですね選択があって、まあまあ、同一性と訳されますけど、アイデンティティと言いようがなくて、でもこれは自分で選べないものも含まれているわけなんで。 つまり無意識の選択も含まれているという,言うべきなんですけども、そういう錯綜した問題の結果はですね、えー、私は女である男であるあるいはどちらでもないとかですね、そういったことが出てくるわけであって、でそれをまあ素朴な現象から問い詰められるわけもないですし、えー、むしろあるいはそのある人のある装いはですね、あの現象のからのですね根源へのですね、 根源的な訴求不可能性の表れであって、つまりハイデガー的な問題であって、というのは、フーコがこの,この本の母体誘論で述べていたことで、非常にこの母体誘論が面白いなと思って読んでたんですけども、えー、ですからこのフーコの母体誘論の文脈で,です、ね、女とは何かって問われたら、いや、それこそ文学の問題なのだと、開き直ってもいいのかもしれないと思えるぐらいなんでありますけども、えー、そういう意味で,です、ね、私はですね、今日の精神学はですね、 とか何とか言い換えてもですね、文学に勝利できるわけはないのではないかとですね、思ったりもするわけでありますね。えっ、ー、と、なんか自分の言ったことを全然言い,い,いまくっておりますけども、えー、すいません。それでですね、あのせっかく、座田さんがあの羅漢の話も出してくださいましたんで、あのー、それを受けてちょっと話してみたいと思うんですけども、すいませんこれなんか。 ステロイドが小さくて。えー、ステロイド、スライド仕様にすればいいのかな。あこれか。間違った。これですね。えっ、ー、と、あのー、その、狂気、えー、作品の不在っていうね、非常に難しいテキストをね、引用してくださっていてですね。 あのこれはでも本当に私はこれ好きというか、あのコーの狂気についての考え方が一番よく表れているように、要約されているように思うんですけど、でもむちゃくちゃ難しいですよね、なんか大変呼ぶのが大変でありまして、あのでそれに比べると、この狂気、あの表記言語、文学の話はむちゃくちゃ分かりやすいんで、あのびっくりするぐらいなんでありますけども。もうその 福田さんが引用してくださった前後を少し無理やり頑張って訳してみますと、凶器はですねいわばあるあの、まあ、隙間といいますか、ラクナですよね、裂け目というか、そういったものとしての貯蔵庫を開くのであって、つまりそれはあるあの空洞を示し,していて、ですねのその空洞を開間みさせるのであると。であの その空洞っていうのは、その言葉と、えー、これはラングとパロールが語りがですね、互いに含意してですね、互いに相互に形成し合いつつ、えー、どういう語られるものはといえばですね、未だ沈黙に沈むような、それらの関係であるような、そういう空洞をね、示すのであるとでフ。フロイト以降ですね。 あのフロイトの話なんですね、あの引用していただいた書かはすべてね、えー、フロイトについてフーコーが言及している部分で、えー、西洋の狂気は言語ならざるものになったとノン、ノンランガージュになったというわけですけども、それというのも、それは一つの、あのー、二重言語となったのであり、つまり、えー、そのラングがですね、言葉がですね、ちょっと母語って、えーあのー 補足したくなるんですけどもつまり、ある人が意識の中で自分がの言葉だと思って喋っている言葉がですね、言葉であり得るのはですねそう語られることでしかなくって、そしてその語られることっていうのはそれがとある言葉、あるラングであると。でもそれはまるで違法の言葉であるかのようにも感じられるかもしれないんですけども、まあ、そこまで書いてないですけども、あるラングであるということに尽きるのだという、そういう意味であの二重の 言葉にフロイト以降なったのだとということですねでつまりそれは言語の膨大であり厳密でいい、厳密な意味で何も語られないものであると。で語られたことにおける飛騨は、えーまあ、作品というか書業といいますか、書業としてはあらざるものとなるのであると。ですねうん、公約してもやっぱりなんかよく分からない感じもするんでありますけども、あの <laughs> これはあの実際、フロイトが あのやったことをもうちょっと具体的に見ていくとあの分かりやすくなるかもなと思います。であの、楽観の引用なんですけど、あのつまり精神病のセミネールで、55年の、ね、セミネールですから、えーと、私、これをフーコーが知ってたのかどうかね、ちょっとよ,よく分からないです,すいません、あのどこかで調べればよかったんですけど。 えー、あでも、時代的には多分で出てないはずですよね。何らかの形で読んでたのかどうかというのはちょっと分かんないんですけども。で、あのー、武田さんが最初に引用されたのは、これはシュレーバー、それからあのもう一つ、ラカンがあのたまたま提示した女性患者の症例の話をしてましてね、その女性患者さんがギャロピネーっていうね、ギャロパンっていう、あの、 まあ、悪書きとかそういう意味の言葉から動詞を作ってあの言語診作をしてるんですね。つまり、あのー、そういうこれはあのー、統合失調者に特異的だろうと言われる、あのー、言葉の、まあ、病理といいますか、自分だけの言葉を作っちゃうという書状がありまして、シュレバの場合は、ネーベンアンハングというですね神経付属期とかですねいろんな言葉を作っちゃってるわけですけど、その人にだけ分かる、患者さんにだけ分かる言葉なんですね。 ですからその、あのー、その言,葉の言語診察された言葉の意味、シニキフィカシオンは、その言葉自体が意味することでしかなくて、それ以上説明できないんです。患者さんはその言葉で言ってくれるだけなんで、で精神科医の方は、これは言語新作だと言って記述しているわけですけども、まあ、それ以上、なんていうんですかね、あのー、説明しようがない現象なんでありますね。 んですんで、あのちょっとそういう狭い文脈で使っている言葉なんで、あのラカンがですね、一般的にあのー、その言葉のスニフィカシオンの問題として読むのはちょ,ちょっとあの注意が必要であって、これはあのラカンが精神病のその言語新作の現象から取り出した構造です。ただ、まあそこからの言葉のある本質的なあのー さと言いますかねつまりある言葉が何かを意味するっていうのは何か別の意味作用につこうあの回復されてるから意味がわかるんだろうというあ,のある意味直感的な話ですねこれ辞書で単語の意味調べると別の単語になっていてそれをまた調べていつまでたってもわかんないぞってことあるかもしれないわけですけど、まあ、何らかのシンフカシオンに送り返されるんで我々納得するわけなんだけどもそれがある言葉でだけで独立しちゃうというかあの 自足しちゃうことが起きって精神病の場合ですね。そういう言語診察について扱っているという話ですね。はい。で、えっ、ー、と、次が、あの、同じセミネールの、もうちょっと前の部分ですね、第1回のセミネールで、えっ、ー、と、17ページのところをね、引用してくださってまして、えー、これはですね、あの、まあ、フロイトがやったことはですね、あの、 ちょっと全部訳せないで、あのだと要約しますけれども、まあ、無意識っていうのは、まあ、ランガージュ、言語活動とか訳されてますけど、なぜかラカンの文脈ではですね、まあ、言語の働きであってですね、彼はあのそのランガージュを、フロイトはですね、ランガージュをですね、まるで外国語であるかのようにバラバラにしたりして扱ってますよね。つまり、あの分析に聞た人が喋る言葉を、まあ、ウィーンだから当然ドイツ語で喋ったりしてるんだけども、でもそれをまるで、 あの外国語であるかのようにあのバラバラにあの切り離したりくっつけたりして解釈してますよねということを言ってるわけですねで。仮に自分が全く知らないラングで、まあ、国語でといいますか、全く知らない言葉で話すことができる人がいるとしたら、えー、あでこれですね、ちょっとですねあの日本語訳とそれの元になっている水遊版のセミネール。 とですね、あのインターネットとかで流通しているバージョンが若干違いがあってね、実はこれ多分インターネット版の方が分かりやすいかなと思うんですけどもね、そういう版ではですね、ヌディロンクールスジェプスコティクイクノールですからあの、精神病の患者こそ自分が話しているラングを知らないということができると、つまり一つのメタファーとしてですね、精神病の患者さんというのは自分が喋っている 国語をですね、知らないままで喋っているようなものだというあのメタファーを考えられるということを言まあまあ、あのその水番はそうなんですね。であの、もうちょっと別の記録によればですね、あの必ずしもその、えっ、ー、とラン、ラング、あの、 言語を無視してる、あの知らない、いいあのい言語を知らないんではなくって、えー、あのセラメタフォールクヌシワジスオンポーディールスクイルインニールダンラプシコーツなんで、これはまあその人が精神病容において知らないでいるっていうことを示すメタファーとしてまあ選んだんですけどねという言い方なんですね。つまり、あの仮に自分が全く知らないラングで話すことができる。 できる人がいるとしたらと言って、で、それはまあ,あの、その人が精子病において知らないでいるということをあの示しメタファーとして選んでみたんだけども、でもそれはあんまり、あのー、えー、アンセロンヌ・サティスフェと言って、それはそうじゃないですよって、あんまりうまくいったメタファーじゃないですよねっていう一節なんで、あのー、ちょっとこう、ラカンの主張としては意味が取りにくくなってて、これ、講義の途中の話なんでね、な,なっておりますんですけど。 まあただ、あの面白いのは、あ,のー、あれです、あのー、自分の話す言葉を、えーえー、とか、ある人がある言葉を喋ってるんだけれども、それをあの外国語として喋ったり、あるいは、ある人の話すことを外,外国語として聞き取られるみたいなことが、確かに分析では起きるかもしれなくて、そういったことをまあラカンはあのー、扱って。 いるだろうとであのここではその精神病の話が主なんですけど、この部分、この17ページの部分はねもうちょっと一般的な文脈で、フロイトがやったことっていうことなんで、必ずしもシュレーバーに限らずですね。で あのたまたまそのこの狂気、言語、文学では、ルーセルの話も出てたんで、あのルーセルっていうと、脅迫症状は非常に重かった人ですから、脅迫神経症とは言えないかもしれないんですが、まあ、それとの関連であの、ラットマンの症例を、ね、例にとってみますと、これはあの脅迫神経症なので、全く精神病的なあの、そういう意味で言,言語解体とか、全くない人なんですけど、つまり言ってることは全く分かりやすい話です。 A さんにお金を返さないと、彼女にネズミ刑が行われてしまうっていうふうに言うんですね。で、フロイトはそこで、ネズミ刑というのは一体何ですかって聞くと、ラストマン、答えられなくなってしまう。で、要するに非常にこう残酷な刑罰で、あのー、っていう話が出てきて、その自分の上司がですね、大尉がですね、すごくそういう残酷な刑罰、東洋の刑罰があって、その肛門にあのネズミを入れて、それでこ内臓を食べさせてしまうという恐ろしい刑罰でっていうことを。 言えなくなってしまうんですね、ラットマンはですね。で、あのフロイトの方が要するにこう、肛門に入れるんですねと、こう、補足、えー、しなければいけなかったと。でも、それぐらい、あのラットマンは、あのーまあ、混乱状態に陥ってですね、フロイトに向かって態度の勘弁してくださいとか言ったとかいう、ね、記録が残ってるぐらいなんですけども、えー、こういう語りっていうのはですね、あのー、ラットマンはもちろん自分の国の言葉を語ってるんですけども、 まあなんて言ううでしょうかねか語ることができなくなっているというか、まるで自分の国の言葉でないかのようになっていると言えると思いますし、えー、つまりそこにはその、まあ、これはもう完全に分析の解釈になりますけど、そのネズミ系というファン,ファンタズムが語られていて、そのファ,タファンタズムの中で表されている狂楽があまりにもあの強烈すぎてですね喋、えー、れなくなっているわけでありますけども。 ですね、あるいはまたあの別の例として、ですね、えー、道路の石をどけないと、彼女の馬車が危険だと。道端で石が落ちているのを見つけてね、ねラットマンはその石を脇にどけるんですね。彼女がその馬車で上を踏んで転んだら危険だと。でも、いわけあの石を道の脇に避けた後またきれいになって戻ってきて、もう一回その石を真ん中に置き直すんですね。なぜかというと、その端っこに置いたそこに馬車が通るかもしれない。 やっぱり真ん中に置こうって、でも明らかに危険なことをしてるんで、真ん中に置いた方が危険に決まってるのにそう置いてしまうと。でこれは、あのーまあ、これはフロイトの解釈ですけど、実は危険なことをしているのはあの、彼女への意識できていない憎しみがあるんだということですね。愛,愛と憎しみが非常にこう本然となっているというのが、結、ま、局、あ、白心軽症の主体の特徴であるというふうに言われます。ですけども これはですね、非常に興味深くって、脅迫神経症の語りの特徴なんですけど、ある意味主体によって全部喋られてるんですね。解釈されてると言ってもいいんだけども、でも主体は自分の言ってることに全く気づいてないんです。つまり自分は彼女に敵意を持って、敵というか、憎しみを持っているということは全く気づかれていないわけですね。そういう脅迫神経症に特有の防衛が見つかって、そういう意味の向かうということが起きていて、でこういう、あの、 綿密な記載による意味の向かうというのは、ね、非常にこうルーセル的なものだろうと思うんですけども、えー、決してでもとはいえルーセルが神経症とは言えないと思いますけどもですね、えーまあ、フロイトはですからそういった形でですねあの神経症の方の言葉にもですねそういう非常にこう奇妙な言葉の働きを見いだしていったわけでありますし、エラカンの方はむしろ精神病の体験から一挙にフロイトの発見にこう ショートカットでいくみたいなところがあるんですけども、まあ、そこがちょっとまああの2人の,まああのバックグラウンドが違うと言いますか、ね、フロイトはもうちょっと神経内科寄りの人で、あのラカンは精神科医あったということも、ね、あるんでありますけどすね。でえー、という補足をさせていただいて、でも結論的にです、ね、この時期の風向がラカンをあえて無視していたのか、すみません、よく分かりません。あの言ってることはそう、どっちもずれていないし、ずれていないとはい違ってない。 プラスフーコーのフ,あのフロイト解釈がそんなに羅ンと敵対しているとは私は全く思えないのと、それからこの本で扱われている文脈からすると、あえて羅ンを持ち出す必要は全くないんで、別にラカーンが言及されなくても、そう不思議ではないかなと、個人的には思いますですね。はい。そういったところで、あすいません、なんかなか,なかなかべてしまいますけれども、あの終わりにします。 はい。えっと、クロさん、ありがとうございました。えー、それでは、あと7分ぐらい残っているので、えー、っと、そうですね。空港研究フォーラムの、えー、っと、方から何かコメントとか、あの、質問とかあれば、あの、それを、えー、っと、お聞きして、えー、っと、少し質疑応とえー、できればと思うんですけど、えー、っと、いかがでしょうか。 あすいません、よろしいですかあはいはい、お願いします。はい。あの。 ありがとうございます。あのもうなんか皆さんのなんていうかご発表とコメントをまあなんていうか楽しくあのというかですね興味深く伺いました。で、風光研究会のシンポジウムは毎回こうつめつめなのでもう最初に話されてたことを忘れかかってきてるんですけれども、まあ、すごいあの、まあ、時間も少ないので簡単な質問ちょっと一つだけさせていただきたいと思います。で、今日あのあの言語外的なものっていうものに関してそのなんていうんでしょうね、あの 阿部先生も桜井先生にお話しいただきましたけれども素朴な疑問としてあの、まあ、特に桜井先生なんかはその言語愛的なものをその、えー、と外の思考と結びつけてあの論じられてましたけれどもあのこの時期の風向のそのなんて言うんでしょうね、えー、とあの狂気あの作品の不在っていうあの議論がありますよねで作品の不在とこの外の思考っていうのがあの一緒のものなのかっていうことに関してちょっとあのお伺いしたいと思い、えー、とました。 でそれは何でかっていったらもうなんか作品の不在っていうあの観念は、まあ、やっぱ狂気にあの風ーのこの時期の狂気理解に根本的に関わってるもちろんあの概念表現だとは思うんですけれどもあのそれは結構何て言うんでしょうねあの、まあ、晩年の風ーはあは主体性の議論を論じてる時にやっぱりあの狂気の歴史には自分の、まあ、ある意味全ては一応あ,あることはあったみたいなことは言うんですね。 でそのときに主体性みたいな観念がどこにあったのかっていったらやっぱりこう作品の不在みたいな観念で、ひ、まあ、一言で言えばやっぱりあの、まあ、パレーシアに近いようなです、ね、あの主体性の問題みたいなのがあの作品の不在っていう観念にあったような気がするんです。あるいはあのあの、まあ、外の思考っていうものに関してもあの桜井さん あの先生なんかの言語存在とかっていう概念も出されてましたけれどもレーモン・ルーセルみたいなやっぱり狂気の言語を考えてる時にはもう最後の方では厳密な存在欠如みたいな言い方をしてやっぱりなんかちょっとなんか言語存在ってやっぱ厳密な存在欠如って言ったらなんか位相が違うような感じがするんですね。そそののの作品の不在になるようなその えーとまあ、レーモン・ルーセンの解釈とその外の思考、まあ、言語存在に関わるようなブランシャ的なその言語理解というものがなんかちょっと似てるとは絶対も,もちろんあの接するところはあるとは思うんですけれどもやっぱどっか違うようなところもあるような気がしてこの辺りの,この概念の整理みたいなのをまああのえっ、ー、と何て言うんでしょうご発表者のお二人のどちらか あるいは、まあ、風向フォーラム、ね、の方で、まあ、この問題に関しては、もう一言あるみたいな方にお伺いできればと思います。ちょっとあの話があの無秩序になって,て申し訳ないですが、以上です。はい、えっと、ありがとうございます。じゃあ、桜井さんから始めていただいていいですかはい、あ、すみません、聞こえますかはいあ。聞こえます、はい。大丈夫です。のあれなんですけどまあ 非常にものすごく単純に言ってしまえば、要するに作品の不在という概念はブランション由来なわけですよね。ブランションのデズーブルマンという概念というのが、まあ、概念と言っていいうかわかりませんけれども、それがあの文学空間にあって、基本的にはそれから引っ張ってきているわけで、でブランションもまあそのことを気づいていて、あのアントリチン・アフィニにあの収録されているあの狂気の歴史論があるわけですけれども、えー、忘却非理性というのを題されてますけど、そこであのあの作品の不在というのは、ね、が、 狂気の歴史で論じられているけれども、私は、えー、とこのことをデズーブルマンという形で言ったので、エスパスリテレールと、えー、とあと、書物の具材っていうのをちょっと参照してくれよと、まあ、こういうふうに言っているわけなので、明らかにブランシューラ来であろうというふうには思うのですけれども、ただ、えー、とですからその意味で、えー、と外の話っていうのと、えーと 作品のブ、まあ、ランショ論とそれが結びついてるというのは少なくともレフェランスのレベルとは言えますけれども、ただ概念的にどうかとなるとまた違った話にはなりますよね、多分で要するにぶ気 まあ、狂気ではなくて、まあ、デリゾンかもしれませんけれども、それを作品のお題というふうに言って狂、狂気と分けるというようなですね、えっと,操作というのは、これで,でしかもその、えっと、デリゾンのをまを、まあ、先ほど黒本さんが言った話じゃないですけど、ある種文学的な経験と重ね合わせるって、これがどれだけ正当なのかということですね。で、それは不幸がそれを維持する立場なのかどうかということは、ちょっと考える必要があ,あると思いますけど、少なくともそれがブランシュ由来であって、外の思考につながるというのは、これは少なくとも言えることだろうとは思いますけれはい あそ言,言語の,言ったそのデデレゾンみたいなのの関係っていうのはどう思われてるのかってだけすいませんあ言語とデレゾンのかだからそれはレイモン・ルーセルなんですよねでレイモン・ルーセルで,で今日言ったあの例えば サさんが言っておられたですね、ある種エソテリズムですね。で、私が翻訳した、復、え、興、ー、文学講義だとエソテリズムストルクチュラルっていうなことを言っていて、それはパロールとラングの、まあ、まあ、まあ、ショートサーキット、まあ、もっとあのその文学講義では、ちょっと私から説も書きましたけど、要するにコードとメッセージのショートサーキットっていう現象なんですけれども、コードとメッセージがショートサーキットするっていう現象なんですけれども、まあ、それが要するに今日あの、お二人、久保田さんとサザさんが引かれていた、狂、え、気、ー、作品の不在っていうので問題になっている言語としての狂気っていうのの経験というのは、 そのことを置いていてるるわけですね要すね要にさっきのラカントの話で言うと、まあ、ラカントの話ってのは多分あるだろうと私は思っていて、まあ、これ、バッソ、エリザベト・バッソが言ってましたけど、ルーセルの言語と、えー、と要するにあのシュレーバーの似てるっていうふうに言っていてで、それは私もそうだろうという風に思うんだけども、まあ、それはともかくとして、でそこは狂気論というか、文学論はつながっていると思うんですけど、ただ、そこもブランショでいけるかどうかってと、それはちょっと微妙で、やっぱりそれはルーセルからですね、まあ、それこそ、 ある種のストロクチュライズム脱構築あの、構造主義の脱構築みたいなものですけども、コードとメッセージっていうのを、要するにショートサーキットするような言語っていうありようをルーセルから生み出して、で、それが要するにアプサンスウェブルだっていうふうに、まあ、 名付け直したということですね。つまり64年の段階と、1961年の問題構成が同じなのか、つまり1961年で言われている作品のお題と、64年で言われている作品のお題と同じなのかって結構問題あると思うんですよね。で、それは考える必要がある問題だと思いますけど、ただいずれにしても問題構成はそういうふうになっているだろうと。まあ、私はもうちょっと、ブランショーオブセッションみたいになっちゃってるんですけども、ブランショーっていうのをどう読むか、あるいはどう読み直すかということに関わっていて、でさらに言うと、まあ、それが、まあ、ハイデーーの読解につながるだろうと。まあ、だから存在論と言語論ってことになるんだろうと思うんですけど、 まあそういうことかなというふうには一応思ってます。ただ、ん真面目にやろうとすると結構大変なんで、ちゃんとあの眠らせるがもうねって、そういう話だとは思います。はい、ありがとうございます。すみません。あの時,間時間がないのに、もう一点だけこれでやめます。あの桜井さん、あの先生は、えー、ドゥルーズを惹か,かれてましたよねあの。で、その外の思考の時に、そのドゥルーズの原票の理論と結びつけられてますけども、ドゥルーズ自身はーーとールあとブランションを分けてますよね。つまり、ドゥルーズはそのブランションはその,あの、まあ、きあの、 えとどちらかというとまあかなり怪しいところなんですけどもあのデカルトの側に分けてであの風向はむしろ関東的だっていうような言い方をそのデテルミナーブルあるいはそのあのランデテルミネっていう概念であの整理してるあのところがあるんです。でそれはあの第3章の,あのあ3章っていうのはおかしいな。 外の思考、終局のところで、そのドゥルーズは、ブランションとその風ーのなんかのちょっとした区別を引きながらやってるところがあるんですね。で、ここは結構大事な今のお話につながってくるところだと思っていまして、やっぱりドゥルーズとじゃないの、風ーとそのブランションって、やっぱりかなり近いで、外の思考とかっていうのはずっとあったみたいな概念、議論とかもあるような気がするんですけど、外の思考と、果たして、やっぱり、まあ、 のの経験みたいなのはずっと一緒なのかって言われるとやっぱりドゥルーズから見たら、まあ、ちょっとなんか別れてってるところがあるっていうのをあのすいませんなんかあのうまく言えてないんですけれども、まあ、ドゥルーズは少なくともあのブランショとフークはやっぱりちょっと分けてるようなところがあってそれについてどう思われるかっていうそれだけの質問でした。 えっと、その今言われた話っていうのは、要するに、あの、ブランションのこれもアントリチュア・アビニだと思いますけど、見ることは話すことではないっていうテクストですよね。そこをこ。聞きたいです。はい。要するに、見ること、まあ、見ることとあの話すことで話すことの優先性があって、まあ、プー,ーにもあるんだけど、ちゃうよと、そういうふうに言っているっていう話で,で、そこがまあ違うって、あともう一つは要するに、その、オンパルルっていうふうな話っていうのは、歴史的なコーパスだっていうう、あの、あ,あの、 あれは言いますよね、あの、デルーズは。で、まあ、そこのある種の歴史家ですかね、その、外っていうのの歴史家みたいな話で違うって言えるかもしれないですけど、私、面白いなと思ったのは、ちょっと読み返してみて思ったんですけど、あの、風ーデルーズの風光っていう本は、あの、風ーのね、要するに、あの,地の高校、ジノココが出た時の書評が収録されてるじゃないですか、最初のところに書評が。で、その後に、っと後から、まあ、70、80年代になって書かれた、あの、 論があって、まあ、同じような問題が繰り返されるんですけど、その時にね、ブランションの扱い、ちょっと違ってると思うんですよ。つまり、どういうことかっていうとね、要するに、あのうちの考古学において、き今日私が扱あの引いてたのは、まあ、読みませんでしたけど、その部分ですけど、ブ,ルあのブランションっていうのは基本的には外在性、エクステリオリテみたいな話で、でそれでブランションだっていうふうに言うんですよ。ただ、えー、と出た本の、つまり1980年代、70年代でしょうかね、に書かれたあれになると、 が外在性と外は違うんだって言うんですよね、あのドルーズが。外在性と外ってのは違って、で外の経験はブランションだって、外の経験ってのは何につ,くつなげるかっていうとふあの、ドゥルーズはニーチェ,ニーチェと権力につな,げちゃつ,なつなげちゃうんですよ。で、これはかなり特殊な読み方で、ブランションのね。つまり、えー、とフーコーの、これだから外は権力だとか言うんですけど、そんなことは書いてないわけであって、別にあのフーコーには。で、これは、 いいとか悪いとかって話じゃなくて、で、そこの違い、外在性と外っての分けて、外っての権力とするって、この読み方ね、これについてもやっぱりちょっと検討する必要があるかなと私は今回思って、で、それを含めてのブランショの、えー、と復興読解、あ,あ、違う、ベルーズの復興読解、ブランショを軸とした復興読解ってのはどの程度いけるのかっていうのを含めて、ちょっと文学がどうなるのかっていうので考えなきゃいけないかなと思ったっていう話だったんですけど。ちょっといいはい。はい、どうぞ。うん それで言うと、僕ずっと今あの言葉ともののことを思い出してて、言葉って今日あのずっと話題になってたのはバンベニストとブランショでしょう。それでまあバンベニストは言語行為論で、ブランショが言語の存在の方の人だとすると、これ同じ図式はさ、言葉とものではニーチェとマラルメそうですね形で出てくるわけですよね。それ,それまあだから あの今日のバンベニスト、まあ、あの安倍さんの話とかでもったように、バンベニストから、まあ、エクスパランギスティックス、それから地の考古学へ、まああの、その後の展開があるんじゃないかっていうような話だったと思うんだけど、それは、まあ、もっと雑白に言うとニーチェ問題の変形なのかなと、その言語公理論、バンベニスト問題。でそれと、 そのブランショ問題を絡めるっていうのが確かにフーコーのすごく得意なところであのこれを必ずしも対立させないっていうところがすごくあの面白いところだと思うんだけどそこと今のそのドゥルーズがむしろブランショの側に権力問題を見るっていうのはねなんか妙にちょっとすれ違ってるというかねな,なんかちょっと微妙なところだと思うんだけどなんか意見がありますか 僕、なんかその辺考えてるところある僕、えー、とあその今、ウザに言った話って面白いと思ってて、つまり、要するにニーチェとマラルメってセットが出て,出てくるんだけど、言葉とものではどういう仕方で出てくるかっていうと、誰が語るかって問題を提示したのは、うん、それに対して誰が、それこそ誰が語ってもこれ、ベケットですけど、誰が語ってもいいじゃないかみたいな、言語が語るんだって言ったのがマラルメだって、語言語。これはそれこそバンベニストの要するに誰が語るか問題に対して、そういうか答えを与えたって話なわけですけれども、ニーチェで今の 話っていうと私思ってるのはとにかくね、えー、と要するにブランショにしてもニーチェにしてもどうしてそれらが参照されなければならなかったのかつまり60年代にブランション70年代にニーチェがってことになってくるかっていうと結局僕はハイデガーに対する対抗だと思ってる、うんでハイデガーを反転させるために要するにブランショが必要だった60年代に、うん、で70年代には、えー、とハイデガーに対する反転の必要これ,これは要するにあのえっ、ー、と えっと、初年度の何でしたっけ、知恵の高校が講義見れば分かるけれども、うん、要するにハイデガーを反転させるためにニーチェが必要なわけですよ。で、要するにハイデガーっていうのを介して、えっと、ブ,ラブランショとニーチェっていうのは、これは同時に必要とされていたんだけれども、しかしこの2つっていうのがフーコンの中でつながってるかどうかっていうと、ちょっとよく分かってないところがある。だから答えは出せないんですけども、いずれにしてもハイデガー問題のバリエーションだろうっていうふうに私は思っているんですね。うん、まあ、そ,多分そうだよねっていう感じですね。<laughs> はい。 はいありがとうございます。えっと、阿部さんからも何かありますか、はい、えー、っと、そうですね、あの、まあ、さっきの質問に、まあ、ちょっと関係するのかもしれませんけど、あの櫻井さんの発表、も非常にあの勉強になったし,もしが、面白かったんですけど、僕と櫻井さんで結構なんか、 考え方のベクトルが多分逆なのかなっていう気がしていて、桜 <laughs>、まあ、井さんが非常にこう説得的なあの議論をしてくれたんで、僕はちょっと自信を今失ってるんですけれども、桜、えー、井さんが要するに、あのーまあ、バンベニストを逆転させる形で、そのブランシュ的な言語の存在っていうふうに言ったんだっていうことでしたよね。僕はなんか今まで考えてたのは、むしろ逆で、その言語の存在みたいなテーゼで止まらないために、 ブランあのバンベニスト的な主体っていう問題を持ち込んできたんじゃないかつまりマラルメの方からむしろニーチェの方に行ったんじゃないかっていうふうにちょっと思ってたんですよ。うん、その辺りは、えー、といかかがですか 僕はだからそのかなりそのさっきも引きましたけど、ブランシュに引きずられているところがあって、ブランシュは講義って本では言ってないですけど、やった講義,講義あるじゃないですか。今、テクストで残ってますけど、それではっきり言ってるんですよ。フーコーはバ,レバンベニストに、ブランシュをバンベニストにぶつけてるって、これはっきり言ってるんでだけど、割と僕はそれに引きずられてたことがあって、それを論証するべく、いろいろ操作したんですけど、今日は。ただ、今の安部さんの話を聞くと、バンベニストの導入っていうのはむしろ、 だから安倍さんの考えてる筋が今お話聞いて分かって、バンベニストの導入はむしろ言語存在ではなく、つまり言語存在っていうのは主体なきっていうのだとすると、主体っていう契機を何らかの形で入れるためにバンベニスト入れたんじゃないかって、そういう話、筋だっ、うんそれはちょっと考えてなかったんですけど、うん、それもあるのかもしれないですよね。ただ とにかく気になるのはブランショロンで、でブランショロンの話と、でブランショロンでおいても、バムリストの名前上がってないんで、はっきり言えるかどうかあれなんですけども、これ、市田さんなんかと議論したり、あるいはあのバリバールがね、フクオトブブランショロン議論あの論文書いてて、それで言ってたので、あ、バムリストロンあの、ブランショロンはバムリストロンなんだと思ったんですけどで、あれを踏まえながら、今回の読むと、割と、縁としてはそういう感じにな,、まま、なってるのかなっていうような気がして、どちらかというと、私はあのドゥルーズに潜入 結果っていうかあれされながらデルーズを論証するような形で読んでしまったんだけどちょっとそれじゃないか 筋もあるのかでそ、そのことは安倍さんとはちょっと議論しなかったことの一つで、もう一つはあの文学の特権性っいう話について、私は文学的言説と文学的経験というのを分け、これは私が勝手に分けたんですけども、分けてその特権性って話、ブランシュの話したかったんですけど、そこは安倍さんと議論したい、まさにポイントだったっていう風に私も思ってます。だからちょっと安倍さんの意見を伺いたかったです。なるほど、ちょっと今、私、それ考えてなかったんで、そういう筋かっていううには思いました。 ま多分僕はちょっと単純に <laughs> ブランショーとかもあんまりこう何て言うんだろうあのよく分かってなくて割と単純に読んじゃう方なのでなんだけど確かにおっしゃるようにそのドゥルーズ経由してやっぱりそのブランショー的に僕は一旦そのブランショー的なものからあのブランショー的な文学論からっ風っはある時期から離れたんじゃないかっていうふうにまあ仮に思っちゃってたんですけどやっぱりそのドゥルーズ的なものを経由してやっぱり晩年の風向にもう一回こうあのブランショーを接続させるっていうことやっぱりまあ可能なんだなっていうの思って。 まあそれが確かにその風向におけるハイディガーの影響の謎っていうのを解くことにもつながるのかなっていうのは非常に参考になりました。 本当にいや難しいです。ねねこれは難しいですだから文学論がどうなるのかっていうのは私もはっきりと分かってなくて、だからやっぱりそれは存在論の問題だろうと思うので、だからレイモン・ルーセル、それが一番論じられるのはレイモン・ルーセルだと思うので、レイモン・ルーセルをフルの先ほどあの、要するに坂本さんが言った話で言うと、コーパスの中でどう位置づけるのかって、これは決定的に大事なことだと私は思っていて、それをなんとかしようと頑張ろうと思ってるって感じです。頑張りました。<laughs> ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと とまあ、この辺の議論は、ね、非常に難しいところなんですけど、あのえっと、私も、えっと、読書新聞にこの,あの狂気言語文学の書評を書いたんですけれども、あのまあ、その時に考えたのは、やっぱりブランソはあの全く考慮に入れていなかったですね。でまあ、あ,のあとやっぱりバンレニストが結局、なんていうのかな、テキストの外部 という問題を持ち込んでいるという観点は、やっぱり非常に大きいんじゃないのかなと。で、まあ、それが、あの、なんていうんですか。要するに、こう、あの、言語外的なものとしての、まあ、ある種の力。 みたいなものと導入あのを導入することにつながっていて、で、それが、あの、フーコーのですね、まあ、この時期の70、60年代終わりから70年代初めにかけてのニーチェ経験っていうものと、まあ、つながっていくんじゃないのかなというような仮説で読んでいましたね。はい。という、あの、すみません、視界がうるさいっていう感じで、<laughs> 打足でした。えー、っと、あの、 どううでしょうか皆さん、ほかに何かえご意見とかありますかすみません、ちょっといいですか、どうぞ。お二人、安倍さんとね、あのー、桜井さんの話に引っ掛けて言うとね、あのー、僕ね、桜井さんの言う、ね、バンベニストの転倒っていうことが、ね、ちょっとよくわからんところがあるんですよ。 バンベリストの転倒ってなんだという。ことですよ。あのー。どういう意味ですか端的に。バンベリストの転、転倒って、まず非常に、あの、わかり、わかり、あの、あれなのは、まあ、転倒ってのはちょっと言い過ぎなんですけど、あの。 ジュネットに関して言うと、ディスクールとイストワールってのは分けると、これは分けられないよって、こういう話ですね。まあ,あの、それはできないよってことなんですけど、うん、アンスタンス・ディスクールに関して、点灯っていうのは、ちょっと私もこれ言っていいのかなって思ったんですけど、アンスタンス・ディスクールっていうのは、別に、なんていうんでしょう、主体があって、それが言語をあれ,するあれするっていうわけじゃなくて、アンスタンス・ディスクールによって主体というのは構成されるっていう話なんですだからそれこそ構成された主体モデルなんですよね。 別に構成的な主体モデルじゃなくて、その意味では別になんか、その素朴なね、主体主義者、バンベニストであって,て、そういうわけじゃ全然。あのー、そこのところでね、つまりね、あのドゥルーズ語り風のバンベニスト、ドゥルーズ語りがねバンベニストをあいわ批判するときのようなバンベニスト理解をしているのかなとちょっと思ったんだよね。つまり主体主義者、カ、うん、主体ュ主体性の人、主体が構成されるというね。どうぞ、うん、で フーコは、あのー、そもそもバンベニストを僕はそんな風には呼んでないんじゃないかな、したい。バンベニストをね、という気がしてるんです。あのー、今日二人の話でも、誰の話でも出てこなかったけども、えっ、ー、とー、フォリー・ランガジュ・リダガチュールの中にもね、あのシフターという語が出てくるでしょヤコブさん由来の子あれ、シフターって、えっ、ー、とー、 ヤコブソンの定義がものすごく面白くて、僕にはね、あれ、認証のアリエナ,リエナビリティ、アリエナーブルである。要するに、私の使用権を、私と正しく言うというのは、私という使用権をあなたに譲るということな、ねうん、あなた、あなたというのは私と言っていい人なの、ね。うん、<laughs> だから、正しく私と言うということは、実は狂うということなんだという,、ね、いうふうにね、 僕はあのシフターを、えっ、ー、とー、ヤコブソン・バンベニストのシフターを、フーコーはそもそもそういうふうに呼んでたんじゃないから、自分の狂気概念というか狂気の歴史以来のね、あれからね。えー、当時のそのフーコーの狂気モデルって本当妄想でしょう。まだね。えー、まだ妄想がその狂気の単一番端的なモデルやと思うから、あのー、それぴったり来るものである、あ,あ,あ,あってね。で、 えっとね、実はアルチセールがあの資本論を読むの序文の中でフーコーの、えっと、ことをちらっと書いてるんですけどもあーアルチセールはそういうふうに読んでるみたいなんだよねつまり我々誰も,が誰もが狂っているとでだから言語習得っていうのは大変なんだだって狂わないといけないから言語習得するってことは狂うっていうことだとでいかにそのちゃんと話せるっていうことが えー、ものすごいことなのかということが分かった時代として、現代のことを、えー、後々の世の人は思い,思い返すだろうみたいな話をし,し,してるんですね。で、あの,頃のえっ、ー、の風光とアルチセルの考え、えー、近さから考えても、あのー、その狂気概念と、えー、認証問題ね、えー、でそれはもう,もうず、リンクしてたと思うんですよ、もうずっと。 60年代を通じて。だから、あのー、主体が言語を通じて構成されるというふうに、フーコーはバンベニストをそもそも読んでなかったんじゃないかなという気はする、僕は。だから、あのすごく気になった、あの言語における主体性の、あのラン・バンベニストのあれを見て、面白くと思ったと、ランスタン・ディスクリルに関して、ランスタン・ディスクリルとは、空な形式っていうのを設定して、そこに私とあなたっていうのが入るんだと。うん それぞれ入る<う>で。この空でつまり、アンスタートディスクールっていうのはね、10とか9っていうのを構成するんじゃなくて、とりあえず空港の形式を設定しておいてで、ここが多分問題で、<う>内田さんがこだわったら割れんのは多分そこなんですよ。<う>で私の今日の読み方は、明らかに、<う>まあ、 ドドースフォ主主体主義者のつもりはない、ね、<laughs> つまり構成された主体だってことは分かっているんだけれども、ただし、私が話すといえば、私が話すじゃなくてもいいんだけれども、何かアンスタンスディスクールといえば、十っていうのがある種そこで立つんだと、こういうふうな読み方じゃなくて、ジュパルルと、これどうしてなのか私は分かんないんだけどっていうのは、フー,ーの分析だなジュパルルというふうに言ったら、少なくともあのフィクションの言語においては、私は消えちゃってって、こういうふうに言ってると、これは違うような事態に見えて、これがどうして起こるのかっていうのを私は見たかったんですけど、少なくとも思考者の 分析だけでは読めなかったので、私についてこなかったものっていうのを、まあ、遠慮しながらなんとか言おうとしたんだけども、た,ただ、フーコは彼なりに何かを言おうとしてるんだけど、私はそこがうまく読みきれなくて、それどうしようかなっていうのは正直言うと思ってたところです。で、フーコの形式っていうのはもう一つ気になったところです。で、それが多分、アリエナシアの問題と関わるんだろうとは思ってます。っていう感じです。いいんじゃないでしょうか。<laughs> <laughs> うん、あの、それとね、なんていうか、まだ出てない本だから、 えと今日は第7回ったの仕たないけども、あのほらディスクール・フィルズビックってあるじゃん、67年のね。あれさ、ほとんど内容紹介されてるしさ、であれちらっと見たらさ、あの <laughs> えとつまりあそこでそのニーチェの話と言語行為の話を引っつけてるというのが、ワンベニストのとかのね、いうのはもう、もうも,もう言ってみればちゃんと読んでる人はみんな知ってるやんか。<laughs> だから あれはちょっと参照されて叱るべきなんかなと。あの、ニーチェの話とバンベニストの話。えー、まあ、要するに、あの、アンスタンスディスクールのえ。あれディスクール論でもあるからね。ディスクール一般論でもある,あるから、あのディスクールフィロソフィックっていうのは。あれはちょっと言及してほしかったなという気はします。注文です。ごめんなさい。で、そのはで、あれ面白いのはね、あれ面白いのはね、言葉とものだったら、ニーチェとマラルメという通字でしょ。ニーチェが問い出たと問いにマラルメがとある。でまあ あのディスクール・フィロソフィックだったらニーチェが立つと答えてるのはもう言語行為論ですよ。そういうふうになって、なってちょっと変わってるんだよね、そこね。でそんなだから60年60年代後半の風ーのそのエボリューションを見る上でも、あのとても、うん、大事な話になってくると思いますけどね。うん ちょっとあ、ブランショの話が扱われてるのか扱われてないのかな、なそれはちょっと現物を、がね、観光されるまでわからないけれども、でもあ、あのブランショ論よりも後やからね、ちょっと大事な気がします。うん すみませんでしたツールフィロソフィックに関して言うと、もう一つ面白い、多分その内容紹介はいろいろされてるんで、見てると面白いのはう、デイクシス、要するに今っていう話、マントナンっていう話、ね、うん、うつまりデイクシスの話なんですよ。デイクシスの話っていうのは、あの要するにアンスタンス・ディスクルの関連でしかあの設定できないんだって、バンベニスとかそれこそいう問題なんだけど、うん で、それは何で面白いかというと、まあまさに結婚日というのは問題なんだけど、ブランシンの関係で言うと、あれ、要するに、引っ張ってきたジュパルルっていうのを引っ張ってきた、えっ、ー、と、施行者の最後は、マントナンマントナックジュパルルなんですよ。で、あそこのマントナンっていうのが関係するのかっていうのはちょっと気になっていて、だからその。うん、だから、1<の>イイートと、ね、マントナンとジュはね、対なんですよ。そうです。うん、そ,のそのミつの関係で、えー、まあそれが言ってみれば、空気の形式で、実はあれ、だから、 本当あの、誰でもいい、いいでどこでもいい、い,い,しでいつでもいいまんの、マントそれが、こうそのセット、その3つのセットが、えっ、ー、と、言ってみれば、あのなんかニーチェの話と、ね、哲学におけるニーチェの話と、ちょうど対になってますよという、マラルミに変わってね、なんかそんな構成になってるみたいだね。うん だからそれは本当、えーとえー、ニーチェとブランシュをついにしてると言ってもいいかもしれない。もう本当、結びつけてるのかもしれない。というか、そのそういう結びニーチェと,、えー、と言語行為論を結びつける橋渡しをしたのがブランシュかもしれないよね。という感じはし,てしますけどね。 だからで、おじとそのマンツナーという今という関係でニーチェとバンベニストがつながるってかか可能性はかな,りあるかなりあるわけですよ。で、それこそ今日の安倍さんが言ってた話は、まさに今であることをやめたところの、の今の問題というのはまさにアルケオロジーで問題にな,なるわけであってね。あそこの今問題に関してニーチェだけじゃなくてバンベニストが絡む可能性はあってそ、さっきのその、あの、 おじさんの話で言うと、そこでバンベニストが聞いてくる可能性はあるんですけど、とにかく5月まで待たないとって感じです。5月に一応完光されてるって言う,言うんですよね、ディスクルフィちょっとそれは楽しみにしてるんですけど。うん、楽しみにしましょうっていう感じ、ね。<laughs> はい。えー、っと、そんな感じでしょうか。えー、っとちなみに、先ほどのディスクフィロゾフィックですが、 こちらで予告されている通りですよね。えー、っと、5月、えー、2023年5月に観光ということです。えー、オラジュウィレーラとダニーレ・ロレンチーニの、えー、っと、編さんで、えー、っと、間もなく、えー、出版されるということですね。はい。 えー、まあ、これには、あのー、何て言うか、まあ、これは、あの、だから、まさに狂気言語文学と同じ時代の、その、中日数時代の、えー、その、講義奏行が収められるということになっているはずなので、まあ、あの、直接、あの、この、今回のですね、えっと、狂気言語文学と関係する、えー、テキストなのかなというふうに思います。はい。えー、っと、ありがとうございました。えー どうでしょうこれくらいで、えっと、よろしいですか何か付け加えることとかありますか大丈夫ですかえっと、それで、あの、まあ、では議論としてはここで終わりにしたいと思うんですけど、えっと、次回、えっと、次回はですね、えっと、すでに決まっていまして、4月30日に、すみません、あの、私のあの本の えっと、関係で申し訳ないんですけど、えっと、私のその、えっと、権力と抵抗の,あの改訂した英語版がですね、えっと、出てですね、まあ、そちらを書評していただくということになっています。えっと、4月30日、日曜日の夜で、えっと、まあ、書評者は宮崎雄介さん、それから桜井光平さん、 えー、桜井さん、いつもすみません。なんか、あの、大変な役ばかり。いやそれから、えっと、マギル大学のギャビン・ウォーカーさん。えー、この3人に、えっと、書評者をお願いしています。えー、それから、えっ、ー、と、もう一点なんですけれども、大地、うん、健太さんの方から、えっと、著書の紹介があるということです。著書の紹介じゃないよ。あ、違うの、うん、<laughs> あ、著書の紹介じゃないんだよ。あ、<う>それじゃないよね。うん、あの、まあ、一応、著書の紹介もしておきます。うん、まあ、こういうのをしたサお伝えしたんです。 はい、はい、はい。で、どうぞ、おじさん。えっと、共有させてくれるどうぞ、どうぞ。えっ、ー、と、じゃあ、共有停止しますから。もうできるかなあ、それは、あれにしないといけない。共同ホストにしないといけない。はい。はい、どうぞ。いきます。えっと、これか。はい。あのー、 こういうイベントをやりますので、えっと、原太一さんってあの、今、慶応の先生なのかなをしてる、えーっと、マラルメの専門家の、えー、著書がありまして、それを片岡大介さんと森本敦夫さんと五原さんで、えー、っと書評をするというイベントが来週の3月にあります。えー、3月25日、えー、っとこれ本郷に ででありますの,で、まあ、あのぜひいいらしてください一応あの予約が必要ということになっているけどあの当日、フラット来てもらってもあの拒絶したりはしませんのでぜひあのいらしてください。はい。それで、えっと、この、えー、っと PDF をお送りします。はい。ありがとうございます。はい。おじゅさん、ありがとうございます。 えっとそれではあの時間も過ぎてしまいましたので、えーっと、回としてはここまでにしたいと思います。えー、っと発表したのはあの皆さん、長時間にわたって議論、えー、付き合ってくださった、えー、っと参加者の皆さん、どうもありがとうございました。ということで、えー、っとここまでにしたいと思います。